しょう。まだかな。よし、始まった。これで。地図開いて見てみるか。はい。まだどこもやってる。やってる。タルシスから東ですね。タルシスから東。あ、東は右か。あ、あったあったあった。これはファーストトラベルで戻っていくのか。はい、了解。あのクリスタルも28万ぐらいあったかな。あの全然変換してなくて、うん、もう いやうん、あと私なんか思うけどね、うん、クリスタル回せばなんかこうそこでこうガチャ いっぱい引いて、はいはい、あの一つのタイプでは強くなったつもりの人がいるんですよね。うんうん、強くなったつもり。そうそう。つもりの人がいるっていうことと、うんうん、もう一つはね、こう、フリップとか回ってて1時間、2時間、はい。回っていって、落っこってくるモッドとかあるじゃないですか。はいはい。それに期待をかけてもいいんではないかな、なんて思っちゃうんですよ。あー、だから、落っこってくるもうモッドでもう今いいぐらいに結構4つのジャベリンも揃ってきたから、もうあとは裏攻めあと武器も含めてね、コロサス専用の武器が欲しいな、グレネルランチャーとか、あとそこは欲しい、うん、いいぐらいでしょうか。あ、そう、それだとこうあの 新武器のガチャだと落っこってこないでしょ。ああ、そうですね、そういうニュアンスあるから。あ、残り13秒、うん、あ、始まる。フリップもこうワールドイベント込み込みで 1,2 時間回ってても面白いのかななんて最近思ってた。あ、これ結構敵がいっぱい出るからここ好きなんですよね、戦闘してる感じ、うん、あれどこだどこだ。The cooler will be in canisters. Look for them. Pay attention to the wildlife too. The cold brute is a vicious brute. あれどこだっけ。リベンジャーズさん、皆さん、おはようございますの。あ、おはようございますの。ああ、アーさん、おはようございます。アンセムです。あれ、冷却剤。ああ、しまった。任せよ。任せよ。まずは、高評価ポチッと絵文字、配信頑張って絵文字。頑張ります。あ、双子星いいな、なんか。エフェクト。なんかいい、これ。これか。これを。で、あとはどこだ？危ない。危ない。おりゃあ、イベニア持ってくるかな。あ、ギアチャージが遅い。あれ20でしたっけ。20ギアチャージ。あ、スピード上げないとちょっと連発できない。あとはどこだ。場所がすいません。いえ、大丈夫ですよ。最近あれなんですよ、皆さんが、ね、あのギミックとか全部、ね、うん、知ってるから、私全然覚えてないんですよ。覚えてないし、もうめちゃくちゃスピード速くもうクリアしちゃうんで、ああああと思って、また今回はやってもらってる。
あれれれれれ、こう、いけ、双子星。敵が出るぞ。どっから出る？どっから出る？ギャングを全員倒す。あ、そこだ。食らえ。ベイリーコンボ達成。オッケー、ナイス。ナイス。体力ない。逃げろ逃げろ。お、あ、外した外した外した。危ない危ない、バリア張っとかあると危ない。くそ、これならどうだ。やべえ、出たおりゃっ地上戦、よいしょ、くらえ、そして炎、そして打撃を当てる。あ、あ、こっちか、いけー。あ、スイープしてくれるんだこれ。 いいじゃん、うん、イベニア持ってくるかな。そうか、これで炎を持ってるからイベニアにしよう。どうだ、こっちか。くらえ。もう一丁。さあ、殲滅で、あとはこの、外した。バリアバリアバリア。あ、赤いやつ、赤いやつ。チャンス、これは打撃で、あ、そう、外した。うわー、いや、シールド回復して、なんでそっちやねん。おら、あとは、うわ、上にいる。あれだと高いとこいたかな。ダメージがこの、くらえ、もういっちょ、もういっちょ、この打撃で、おやっ、よし、倒した、ナイス。おお、レジレジレジ、出ないか。やっぱ面白いわ、セム。
これあと普通の普通のワールドイベントもでもいいんですか、それとも氷ですか、ね、これって冷却、この冷却剤って普通のワールドイベントもクリアになるのかな、ちょっと待ってね、うん、普通のワールドイベントでもね、なるときもあるよ、ね、冷却っていう限定がなければ了解です、あのどっちでもいいです、はい、あとワールドイベントは2つ、冷却剤があと7か、じゃあ冷却やんなきゃいけないね、やっぱり数が多いし、トークンが欲しくて。うん。次はどこに行きますか、ね、多分まだ発生してないですね、冷却は。僕で戦ってれば発生するかな。じゃあちょっと追っていきますね、後ろ。そう。でも大体場所は決まってるんでしたっけ、この冷却のイベントの場所、うん、そう、冷却がもうほとんどまだ発生してないから、これでちょっと戦ってよっかな、これで戦ってれば発生すると思うんだけどな、ちょっとイベニアに変えよう、イベニアにラルナーじゃなくてイベニアに変えるかな、イベニアの電光どっちがいいだろう、弱点アーマー95あった、ありました、カリフ飛びます、はい、リチャージこっちにするか、じゃあベリン4つある、よし、え、私もトークン一回使えるのかな、イベニアにカリフね、カリフ、カリフに飛ぶ、はい、飛びます、私も年内っていう大きなトレーカーで言うとストーンも強くしたいですね、うん、結局1年かけてストーンはもう本当に動かし方からも何から全然まだダメですからね、うんうんうん、基本的に全部のジャベリンを調整してる感じですよね、すべて、うん、勝手にいいものが揃っちゃったっていう言い方もあるんですけどね、あ、腕の方が追いついてないという、あ、3分もある。コロッサスも、天変地終わってから、コロッサスって1日動かしても3回ぐらいなんですよ。編成3回とかだったんですけど。少ないですね。コロッサスがですね、のコンボがですね、ついに、6個あるうちの5個がね、ダブルコンボ。すげえ。コンボ型のコロッサスはほぼ完成でしょってね、言いたいんだけど、もうこれ以上コンボやってどうすんの、コンボか、この前レンジャーの話しましたけど、コンボつけてないんだよな、衝撃コンボ、うん。あれつけた方がいいんですよね。衝撃コンボね、ダブル待ちですね、ダブルコンボ待ちっていう。特殊スキルダメージ特化しちゃったから、ちょっと衝撃コンボ入れないと、うん、通常攻撃が火力弱くて、そうそう、遠征全体っていうね、うんうん、枠でいうと、ただボス戦はやっぱややウルト型にした方が楽ですよね、楽ですね、もうその一撃にかけるキャラ、うん、そう、あとなんかやっぱバランス型も楽しいですよね、やってて、うん、コンボまあ、わかりやすく言うと、コンボ 50%、ウルト 50%。逆にね、戦いのなんか面白さっていうのはそっち系かな。ああ。そう、ウルトだけではなくて。ウルト型って逆に面白くないですよ、戦ってて。だから、あれなんですよ。ボス戦だけ腹ばらしいけども。うん、だから、レンジは2つパターン用意して、通常時とボス用に切り替えるけど。ボス戦だったら切り替える。ボス戦だったら、ウルトレンジャーにして、通常時は、あれから2つ作っといて、ケース、状況に応じて変える。
まあ実際なんていうのモッド2つね2つぐらい入れ替えればいいって考える人もいるかもしれませんね、はいはい、もしかしたら、うんうん、使い慣れそういうことやり慣れてる人は、はいはい、私変えない方なんでずっと1編成っていう捉え方しちゃうから、うんうん、あの変える時間が結構そのボタン一発でポンと瞬時に切り替われば変えてみてもいいですよね。そしたらみんな同じことやりますよ、ね、そしたらみんな同じことやりますよ皆さん。いやちょっとそういうなんかホームチェンジみたいなことがこう瞬時に切り替えできるとちょっとあこのシチュエーションはこれこの、うん、毒の沼はこれみたいな感じこれこれなるほどね属性パターンのね属性耐性がついてるやつ、うん、そうすると悩みが減るんじゃないですかね。あのうわこれに特化してこれが減っちゃうなでもこここうなのにっていうところが、うん、逆にそれって例えばマスターワークのレベルねマスターワークの人たちまではそれができるとか、うん、あはいはいそういう逆のあのなんていうお土産というかお年玉つけてあげるといいんじゃない、うん、ああもうレジェンダリーになったらダメつけられませんそういうことできません、うんうんうん、あ始まった。あ、そうか、イベニアって押しっぱなしじゃないのか。打たないといけないね、自分で。押っていけ、双子星。追尾。あ。ぴょんこぴょんこのお時間だ。ぴょんこぴょんこ。別な番組になっちゃう。別の番組になっちゃいけないけど。オラオラも言っちゃいけないのかな。オラオラは志村さん番組はなんかあ言ってもいいですよ全然オラオラ。あはいはいぴょんこぴょんこよあ。ああ遅えなチャージがこれは遅い飛び方を研究したいなあこれかはいはいはいああ大丈夫ですよ大丈夫ですかあすいません、うん、大丈夫、うん、完全にもう戦いに専念してもらってた方が絵的にいいと思いますね絵的に。おりゃどこだこっちか痛いどっから狙われた暗え双子星全員倒す。来た。よし。Okay, they mean business. Sent a couple of the big guns.
やばい、やばい、バリア。いやー、やばいな、これ。うわ、まずい。まずい、まずい、まずい、まずい。バリア、バリア、バリア。なんでそっちだ。よっしゃ、チャレンジ、秋、チャレンジ完了、秋の収穫、やっ、なんだろう。バリア張って。体力回復して。炎。よし。で。暗い。よし、どこだどこだどこだ、こっちか。くらえと。いや、いや、ダメージ。逃げ。なあ、バリアが。ナイス、おう、で、飛ばして、おらまあでもそうか、このバリア味方が使ってくれてもいいわけだから、別に自分だけ。よし、ナイス、綺麗だね、双子星。ひとくいいですね、これ、これ 色合いがとってもいい、うん、あれさ、コロサスの、 あの炎の壁作るやつあるじゃないですか、ルビジウム。あれもう 目が痛くて、あれ今まで実装したことないんですよ。そう、そうですよ、皆さん、そうですよ、コロッサス使いはあれほとんど使いませんよ、はい、ルビジウム。うわ、来た、レジェンダリー、ありがとう。の頃から、あ、やっぱりでも、うん、確かにね、 あれだけはどうしても目が痛くて背けちゃう、うん、今ルビジウムはもう例外、もう例外中の例外として、たまにあの電気ショック あのスタンさせるのありますね、凍らせて戦っている方は前よりは多くなりましたね、うん、うん、少し昔帰りっていうか発症してくる、すごい画面の点滅のフラッシュ激しい戦闘であるじゃないですか、結構やっていくと、うん、みんなでコンボやる、うん、重ねると、はい、でもそれ目にそんなに激しいけど目に痛くはないんですけど、うん、あのコロッサスのあの炎だけが目に痛くて言った、あれはね停滞しちゃうからね、うん、ある程度張り続けるから余計ですよね。そうなんですよ、あれだけがどうしても馴染めない、未だに、うん、セプターが一番迷惑食らうんじゃないですか。その次レンジャーさんかな、見えねえ見えねえって見えねえ、うん、なっちゃう。そうなんです、4人でコンボ重ねると見えなくて自分がどこにいるか分からないけど、とりあえず敵取りボタン押してくれば何とかなるだろうぐらい、うんうん、アートンはまだ分かんないかな。次のイベントはどこか。
まあ、横で戦ってるとどっかで発生したりしますよね。はい、こっちか。脇っちょで。掘っていきます。後ろ、後ろ。ですね。今、あとが、チャレンジが。チャレンジでもしかしたらあれありません？スカーズじゃなくて、何でしょうか、勢力で。勢力、勢力。ドミニオンかな。もしかしたらあると思う。あ、勢力、ドミニオン、そんなのが、いや、勢力はね、もう全部クリアしてるって。あ、そうですか。あ、そうですか。失礼しました。あれ今下にいらっしゃるのかな。あ、こっちだ。よっしゃ、行くぜ。格闘セッターも小学生の喧嘩みたいになっちゃうからな。双子星って上から痛いでしょうが、死んじゃうでしょうが、双子星もう影響を受けてるね。やっぱりでもストーム面白いかも。なんか、ただここで発生はあしてましたね。タルシスか、今度は西ですね。西、はい、西か。あ、はいはいはい。ここの霊廟に行くのか。これまずマークしといて、でアルティナの霊廟、はい。で出る。あれ今日からセンター試験ってやったのかな。あら、確か そんな時期か。ゲームどころではないって戦々恐々としてる人が世の中にいっぱいいると思う。今日はでもフレンドになってる、我々はアンセムに命をかけましょう。命をさ、かくていいんだろうか。命重いです。重いな。あ、まだ1分あんだ。了解。あ、来た。はい。あ、ここね。よし。あと1分。ほんとこの白い中で見ると本当に凍りついて見えますね。ああ、せっかくの赤がさ、せっかくの赤があんまり映えない、この中で。ちらっちゃけて見えちゃう。そう。あと26秒は。ただ下手にフリップ回るよりも我慢してこの冷却を3回とか5回とか、3回とかほら、はい、デイリーでチャレンジあるじゃないですか、はいはい、それをあえてちょっと我慢で、あと友達の付けで6回とか回すと、やっぱレジェの落ちる確率高いですよね、うんうん、あ、これ高いですか。
うん、冷却剤自体はものすごい高いと思います、ね、高いとか発生よし、まず押して、OK、どこだ、あとはあとはインタフかな。くらえ。はい。どこだ次は。こっちか。で、どこだ？あった、いた。くらえ。うわあ、そこに入っちゃう。あえて打撃で。あと一つ。あ、こっちか。撃てー。OK、 合図を待つ。で、あったー、殲滅。であとは違う。奥、今度は奥だ。ごめん。
わ、ここにいる。1、2、3。これは、あ、逆、まずい。ダメ。うわあ。シールド返す。よっしゃ、これで。ああ、溜まってないギアが。飛べ。あ、こんな近くにいる。まずい。ちょ避けて。ここだ。Fantastic work. お。あれ。行け。ナイス。あ、フレームストーカー完了。あ、やった。こんなとこにも。で、あ、こっちに。終わってる。どこだ。味方の位置を把握して。これで確定。おお。くるって双子島くるって回ってきた。くるって。ちょっと待って、セプターの位置取りを見ながら、そう、後ろで行動する。くるってね、180度ぐらい展開するような感じ。面白かったよ、見た目。あ、また今度、なるしか、東ですね。東ですか。東か。なんか、他のワールドイベント発生すればいいのになぁと思って。あれかな、間で。あ、飛んでればね、自然に発生するんでしょうけど、ある程度。
じゃあちょっと普通に飛んでいこう。あれ、この今のイベントってあと何週ぐらいでしたっけ？あと2週ぐらいですか？2週ぐらい見てみましょうか。今まだ3分あるね、ここで。溶接ですよね、要は溶接。あと17日間ですね。ああ、もう終わりか。じゃあクリスタル、クリスタル持ち越しにないから、そこだけもう最後回すとか全部。私はもうゴールドだけ諦めました、全部。うん、いや、なかなかあのね、3秒前とかって言ったり、はいはい、あるんですよ。で5秒前っていうのもあるんですよ。はいはい。いや、それってゴールド取った人からすると相当大変だよって言われる。あと少しなんだよね、3秒前なんだよねって、あのコースって、はい、いや、それはもう全然大変って。その微妙なところをうまいぐらいスコアを設定してるんですね。うん、あのね、1、2秒だったらね、まだね、1秒前とかでもね、相当苦労してる人いるみたいだから。結局、ランランルートがシュン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 をね、3回以上入れるような感じ、それプラス最短距離を飛ぶみたいな。シュンシュンシュンか。輪っかのね、輪っかの中ではなく、はい、輪っかの、なんて言うんだろう、円周で、円周をかすって飛ぶぐらいじゃないですか。あの、輪っかの真ん中を通らないでね。もう輪っかの 輪自体をにぶつかるようにして通るんだって。へぇ、そう。通しないと取れないよ、なんて。あ、そうなの。もうそれ以来。いや、じゃあいいや。赤いストーン。誰かやってないのかな。あと残り1分か。なんかレースやってたら、これレースと挟むとうまくいくんですね、このつながりが。あー、なるほどね。レース、冷却、レース、冷却って感じでいくよね。うん、ただ、一人だと、やっぱり失敗する可能性ありますよね。冷却。コンボ型か、なんていうの、火力型じゃないと。うんうん、この冷却が、あの、うん、走れないんですよ。走れない？あ、この冷却って持つと、あの、うん、あの、L3 を長押しすると走るというか、こう。はい、ああ、そうですね。持っちゃうとね、ぴょんこぴょんこしかないですよね。それでちょっと嫌になります。もう、ぴょんこぴょんこ。本当に単調なぴょんこぴょんこだった。ぴょんこ。やった感覚だとね、まだね、レンジャーのぴょんこぴょんこの方が幅があるっていうの、はい、はい。伸びしろ、伸びがあって、うんうんうん、レンジャーさんが多分一番、レンジャー、ストームさんはホバーリング、あれ、ストームさんホバーリングでしょ、ここ。あ、できるんでしたっけ、ホバーリング。あ、できるのか。え、ストームであまり回してないんでわかんないんですけど。あ、ストームレギュラー1個取ってみます？ごめんなさい。私ばっかりでやっちゃってたから、ごめんなさい。いや、取ってみてくださいよ。はいはいはい。1個でも。あ、ここで、ここにいます。はい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 、はい。じゃあ取ります。ストームってホバーリングでいけるんだっけ、こう。ダメ、いけない、ホバーリングできない。ピョンコピョンコでしょ、やっぱピョンコピョンコ。ピョンコピョンコ、うん、はい、1個はめました。ありがとうございます。
食らえ。いいね、ストームのあれか、タコ星が。あれ、落ちてた。当たらね。当たらねえ。くらい。オッケー。お。来た。来たな、増援。ワイパンベ。双子星。よし、倒した。よいしょ。で次は？あ、ここにいるか。よし、お前らはいい。これで一望だ。ここ。よし、オッケー。よっしゃ、燃やしました。格闘を当てて、あ、じゃあぴょんこぴょんこいきますか。あ、ありがとうございます。ワイバンで、消えた。あとは？Heads up, outlaws. They're after the coolant. Of course they wanted out. ギャング。これ出る位置がもうここから出るのかな？決まってる？あ、そういうわけじゃない。逆か。うわー、追尾すごい、これ双子星。うん、すごい。あー、すごいな。引くってね、ま、曲がってくるのが分かるから、目の前で。これいいです。いけミッシュ、おおおお、食らいました。あ、これ使えるじゃないですか、これいい。チャージが欲しいんですよね、200以上。あー、そうなんですよ、チャージが遅い今。うん、あー、私も200は持ってんのかな。200は持ってたな。チャージ、ストームさんじゃないから全然使ってない。チャージスピードを上げたい。わ、すごい、これ追尾するよ。で、あと氷も欲しいな。いって、外した。地上戦だ。ハックスを逃げた。どこだ？このギャング、
これで。あ、バリア。でこっちに移動して。でこれで。よし。Fantastic work. よし、倒した。こっちか。よし、倒したよ。バリア張って、双子橋。ちょっとあれだな、普通の依頼に変えてよろしいでしょうか。あ、いいですよ。飽きた。飽きた。絵的に飽きた。抜けます。あとね、格闘セプターで子供の喧嘩みたいで嫌、はい、になっちゃうときあるんだよね、たまに。ぶん殴ってばっかりって面白くもない。あで、やっぱり。それよりやっぱギアをね、ボンボン振ってる方が楽しいときある、うん。それは多分、オラオラをすることによって、ちょっと気持ちを高揚感、この、高めるっていう、うん、オラオラタイムをした方がいいと思います。うん。あんまりね、いや、格闘セプターってさ、コロで言えばさ、やっぱ、床丼なりさ、格闘の手の強いイメージがあるじゃないですか。はいはいはい。技も何もあったもんじゃないんですね。武器の火力イコール自分の火力みたいな感じになっちゃうから。はいはいはい。なんかね。おはようございます。メテオとかの400持ってます。あ、強いですねの終わりだからね。一言で終わりだからね。極炎の太陽か。ちょっとですね。あ、おはようございます。あ、そっか、どなたか見てる人もいらっしゃるんだ、たくさん。入ってくればいいのにね。たくさんはいないですよ、たくさん。じゃあ、ちょっと待ってね。お、これは使えるかな。まあまあまあ、だけどまあわかんないけどね。レジェンダリー任務か。あ、0秒だ。これは激しい戦いです。混ざりたいです。あ、混ざりたいです。あ、いいじゃないですか。了解。で、ちょっと待って、ね、胡椒さんって、ID。ちょっと待ってね。胡椒さん、あ、はいはい、誘います。ボイチャーできる方なのかな。あ、どうでしょう、できたかな。ボイチャーできた、嬉しいな。はい、誘いました。で、シールド、どうしようかな。もうこれあれないかな、氷、炎、電気の印、セット印って消費アイテム。
任務？任務、任務ですね。ちょっと待ってください。ごめんなさい。特殊スキル上げるか。ああ、どれ削ろう。困ったな、もんだ。カリフクロやたら来るんだよな。そうだよ。使えって言われてんのかな、カリフクロ。ニアシーブライトにサーチ。まあいいか。一緒。ギアリチャの41ってでっかいんだよな。そのうちこれ崩すと損するかな。ごめんなさいね、ちょっと待ってください。あ、全然 OK です、 OK です。で、パーティー一応ストーム、インターセプター、殺させてきたぞ。レンジャー募集中、レンジャー募集中。いや、僕、私ちょっと気分変えてレンジャー行く。あ、了解です。じゃあインターセプター募集中です。うん、ちょっと待って、ケンロス、はい、170、これ崩しちゃうかな。ごゆるりと。全然これ使ってないからな。もうね、もうこれはもう本当にのんびりなので。あの、アンセル別に実況してるっていうより もうのんびりです。すべて2月22日のためにあるんだ。あ、そうです、そうです、そうです。そういう捉え方ですか。そう、今やってることはすべて2月22日のためにあるんだ。うまいな。なるほどね。2月22日のためにそこに道に全部つながっている、言ってる。だからこれ今。もうクリスタなんかどうでもいいの。そうですね。もうクリスタもう飽きたよ、もう。なので、来週アンセム聖隊様に残り28日となります、タイトル。うん。で、コロちゃん。じゃちょうどまたあの B0821さん知らない人じゃないんだろうな。案内するか。お友達になった子。2月22日アンセム発売日でした。ということで、あ、2019年2月22日ですね。ということで、2020年2月22日1周年、よかったアンセム1周期にならなくて記念ということで。なるほどね。志村さんストームなの？結局。今日私はストームです。あ、そう。来週はインターセプターです。はい。あ、そうやって区別してるんだ。はい。すごいね。で、そういうイベント企画とか、あの100回記念とかってイベント時は全ジャベリンをシャッフルですから。うん、あ、そっか、シャッフルって。時間ごとで。そうですね。お尻チャレンジの時に変えるんでしょ。お尻チャレンジ。もう染まってますね。もう本当にファンだ。あれ、お尻チャレンジって お耳チャレンジじゃなくてお尻チャレンジもあるのか今は。お尻チャレンジはトイレ休憩です。あ、トイレ休憩。お花摘みに行ってきますっていうので今お尻チャレンジなんです。お尻チャレンジはね、おトイレ休憩。あ、そうなんだ。私の中でですよ。私の中で勝手に決めてること。それそれ。あとね、作ろうと思ったのタバコチャレンジ。そのままだ。そのまんまだって言われちゃって。タバコチャレンジ作りましたって。そのまんまやんタバコ休憩かよってすぐ分かる人。つまり芸のなさ。あ、煙チャレンジか。煙チャレンジ。そうね。どっちかというと煙チャレンジにしとかないといけない。煙チャレンジって。ん？あ、クリスタルコルちゃんだ。こんにちは。あー、やばいな。これまた大丈夫かな。動かないようにしとく。あ、大丈夫。オッケーオッケー。読み込んだ。あー、助かった。よし、オッケーです。
大丈夫。行こう。ゴール。ゴール。今見てる皆さん、インターセプター募集中です。我こそはインターセプターで、この戦場を駆け抜けてくれるプレイヤーお待ちしております。募集中。これ0秒か、0秒だとすると結構激しいバトルが繰り広げられるアクションシーンだったよ。そう、早く全てプライマにして武器を。You should be getting close to the tomb. You really think the monster General Tarsa spot was the cenotaph? Honestly, I can't wait to find out. Picking up Dominion chatter in the area. Watch your back. 0823、 あれボイチャーできないの？ボイチャーやりたくない人なの？ああ、どうでしょうね。うん。正体送ってみるか。ちょっと送ってみます。We're inside.送っときました。さあ行くぞ。ゴーゴー。あ、ここってパズルか。あの絵柄合わせる。あ、パズルか。これパズルのターンか。パズルのターンだ。シムナゴロク作る。パズルは、パズルはハンセムじゃない。パズルはハンセム。これも最初あれなんですよ。最初メインストーリーやってる時の思い出って、みんなあの強いプレイヤーだからガンガン進むんで、ストーリーをやっぱりイベントを自分で進めることできなかったんですね、手動で。パズルも含めて。あ、入ってきた。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よっしゃ、行け。わー、やっぱりコンボレンジャー面白い。じゃあコンボの土台を作ってあげないと。よし、スマッシュか。こっちか。よっしゃ、オッケー。どこだ、あとは。早っ。殲滅が早っ。制御装置が、あー、ここね。これで回すか、こっちを。はい、はい、1個終わり。あー、これ最初ハマったんだな、懐かしい思い出だ。もうわけわかんねえとかで。うん、あの円のサークルであのぐるぐる回ってる絵柄合わせるやつあるじゃないですか。はい、あれ最初わかんなくて。うん、最初もう、要するに、あとね、はめづらかったもん。タイミングが分かりづらかった。うん、あそこ本当分かんなくて、もう、クリアできるのかなと思ってますけど。うん、あれです。結局、他のプレイヤーによってクリアしてもらって。うん。解き方も分からずに。あとね、今、私、回ってこないので、たまにね、頼まれ仕事で行くとね、はい、あれあるんでね。
東西南北でさ色合わせするのあるでしょ、はいはい、あれなんていうあれだったかな、あれは今でも分かりづらい、東西南北で色合わせ、うん、色合わせなんて東西南北で、あれも多分レベル3レベルオブザーまでのあのストーリーなんだ。ああ、もうでもそういう懐かしい思い出にこう浸っていくという2月22日になる。個人的にはあのなんだ、あとね、あの3人に増えちゃうところやってみて、あのアルカニストが、あ、3人に分裂するところをもう一回見てみたい。シーンハゲ3人ってみんな言ってたら、フレンドそう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 ハゲ3人ハゲが3人だった、あの分裂しそう瞬間とか含めて、どこだ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 、あれここじゃないですか、あ、ここか、はい、はい、終わりました。まあ、あと初めてのオブザーバー戦の時ね、そうですね、あのなんとかの盾をもらうところ、なんだっけ、あのね、夜明けのジャベリン奪われて、そうそう、夜明けのジャベリン、なんとかの盾とか、ね、うん、名前忘れちゃった、あ、そうそうです、うん、あの暴虐の渦に入るためには夜明けのジャベリンが必要だったんです、ね、でもそれをオーウェンに盗まれてしまって、それでちょっと別の手を考えるっていう話になって、うわ、やっぱりストーリーもう一回 やりたいわ、やろう、うん、十字架と四角どうしよう、12時間ぐらいやるかな、2月22日またあれ、うん、あ、この十字架じゃねえんだ、四角を左にして、うん、そっちを回していけば、うん、複雑十字だ、まさかの、スキップしていいですか、はい、しない方がいいですか、スキップします、あの、はい、2月22日はスキップしないです、はい、2月22日はストーリーをもう楽しみたいんで、もう一度そうノンスキップでね、ノンスキップでいきたいですね、今日はちょっと通常モードなのでスキップしましょう、いや、行けー、みんな行け、ガンガン行け、ああ、ヒューリーがいたのか、ヒューリーいたの、おお、何個やられるなと思ったら、ナイス、終わりじゃん、終わりすぎる、早っ終わりすぎる、早すぎるってわっかが、あ、まだあるかまだ続きがある、あれ、敵がいねえ、それにしても早いな、早いな、高すぎるな、それにしても早すぎる、早で、こっちか、フューリーが、あ、フューリーちゃんか、おかしいなと思った、緊急ドールコーラオラ、いけ、緊急ドールコーラオラ、撃っちゃえ撃っちゃえ、
双子欲しい。コンボコンボコンボ。よし。今度奥か、こっちだ。どこだ。こっちか。あ、またフューリーが来た。来た、フューリー。フューリーが来たぞ。どこだ、フューリー。そこか。どうだ、ナイスです。よっしゃ。ナイス。あ、ありがとう。どこだ、こっちか。くらえ。こわっ。あ、いいね、やっぱギミックなのがいいや。うん、これがアンセムじゃいっての。これがアンセムじゃ。体力回復。あとどこ？あ、まだいる？あ、OK、OK。終わり。霊廟から出る。これであれでしょ？あのスライダーまで帰るんでしょ？あれ、そうでしたっけ？あ、もう。ここ久しぶりだな。でさ、俺いつもさ、ノラノラ一人 で、はい、あのやるとき、ノラノラ帰るの、素材集めしながら、はい、タレットぶち壊しながら。なるほどね。違かったっけ？違かったかな。あ、そうだ。なんかこの辺のほら、なんか脇っちょに素材なかった。あら、出ちゃった。そうそう、タレット、このタレット。You've got to help. あ、まだ9時50分か。じゃあ、ここで待っとくかな。あら、もう行っちゃってる。はい。よいしょ。あー、あったな、ここ、確かに。えい。くれ、これで。ナイス、よし。で、奥に移動する。ここでも前敵が湧いたんだけど、湧かなくなっちゃったのかな、最近。あれ？ここ湧きましたっけ？あとね、ここのね、この辺にタレット一つ出てたんですよね。あ、あった気がする、あった気がする、あった、確かに。この辺りに晴れてあったんだけど、ストライダーへ向かう。で、ほら、ノラで出るとさ、ここまで下手するとスライダーに行っちゃってストーリー完結しちゃうんだよね、何にもやんないで。あのね、最初初めてアンセムやった時、それなんですよ。ストーリーをもう全然進められてしまって見てないんです、箇所が結構ある。そうそう、でここの宝箱出てさ、開けなければいいの、開けちゃうからさ。それもある、ね。じゃあ3人揃ってるんで。あっちで戦ってるとさ、はい、なんだろう。開けます。
あら、レジェ出た。あ、来た、レジェ来た。2個出た、レジェ。気持ち的レジェかける2、やったー。イェーイ、おめでとう。自分に、おめでもん。おめでもん、あれでもん。おめレモネードとか、なんかもう本当ね、あの、用語が日々なんか生産されるので、うん、ちょっとアンセムを見ない日々があるとね、あの、ね、うん、名言製造機のあの方がどん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 言葉を発していくみたいに。やっぱでもギミックはあのパズル、あのあれぐらいのボリュームの方がいいな、うん、あの進行を妨げないというか、 なんかおまた戻らないといけないみたいなことがないようなやつがいいかな、うん、まあ小中学生に嫌われなければいいんだよね。小中学生、まあ、大学生から嫌われてさ、小中学生から嫌われないみたいな。コロサスの配色いいですね、これいいな、かっこいい。うん、クリスタルコロッチャー最近少なくなっちゃったね、もうね。あ、クリスタルコロッチャー新しい雨がボンボン出るから、うん、うん、今日も昨日更新のコロちゃんの雨も前の雨だったけど、うん、復刻が来てましたね。あ、クリフィオ手に入った、よし、これ使おう、みんなのために専用、敵に命中すると付近の敵を凍結させる、これをみんなのプライマーじゃないけど、これをやっぱりつけてあげて。次何やります？次はレジェンダリー、レジェンダリー以来、レジェンダリー以来、それによってビルドをね、微妙に変えてね。じゃあレジェンダリー以来を、こなして、で貝を黒表に書いて凍結でみんなのためにスチーム弁当を外して、あ、黒表持ってたか、ヤリチャージ25、ヤリチャージ25、ダメージスネーパー大学、ヤリチャージプライマーはないなぁ。まあいいか。ゴルフ黒表。あ、じゃあ、ちょっと待って。あれ、黒表も、デトネーターだけど。まあいいか。凍結するならみんなのためだか。で、双子星のイベニアとシジブレイカー。はい、OK で、これで、氷つけたか、シールド、じゃあこっちにしよう。OK、 じゃあ行きましょう、スタート。でも本当、あの、アンセム毎日やってますよね。うん、最近はね、だけど時間帯が微妙にね、うん、朝方に開始する。やっぱりこの朝の時間帯やってる人は少ないだろうな。まあやる人はね、土曜日だからやるんでしょうけどね。
とやっぱり別なゲームに流れちゃってるのかな。私はそれちょっとドラゴンボールとかに流れてるんじゃないですか。昨日やりました、ドラゴンボール Z かかと。あ、そうですか、うん、やりました。はい、配信がすごい量、配信されてますよ、ドラゴンボール Z。 もうクリアした人もいますね。へえ、早って、もう9000円もするソフトを1日でクリアしても早って思って。もったいない。まあ、EG かなんかでやってるせいもあるんでしょ、それって。あ、難易度設定がない。ないの？ないですね。へえ。まあ、あとアップグレードのね、具合がどうなってくるか、うんうんうん、楽しみといえば。いや、それ見て買おうか買わないか。裏情報だと、裏ボスのキャラクターに驚愕でしたけど、マジかと思って、ちょっとここでは言いませんが、ここでは伏せときますけど。絵的にはやっぱちょっと大人がやるもんじゃないななんてちょっと思っちゃいましたけど、ね、あ、でも絵的にはやっぱりねえ、ドラゴンボール世代には懐かしいシーンのやっぱり、ドラゴンボールファンにとってはいいんだけどって思ってたけど。で、一応ドラゴンボール Z をベースにしてますけど、ドラゴンボールの時代のあのキャラだったり、うん、思い出がなんかアーカイブが結構手に入るんで、それで懐かしさが、へ、あったあった、そんなエピソードみたいな感じは楽しい。ああ、そういう、はい、そういう楽しみ方もできるんですね。方もできる。じゃあドラゴンボールファンがやるゲームっていう考え方、ね、うん、アクションに関しては下手するとちょっと単調になってしまう可能性はあるかなっていうのはありましたけど、でもやっぱり操作できるとやっぱりドラゴンボール世界に入ってる感じはありますし、それがいいですよね。なんほらほら、まあ、ルートダメよ。よっしゃ、みんな炎にしたよ、やってくれ。B さん今度レンジャーな。あら、なんだろう、こっからこっからばっかりわから湧くんだこれ。まだ湧くな、いっぱい出るな。終わった、終わった。Missing freelancer. No word for a while. See what you can find. Got it. On my way. フリーランサーだ。これを。うまくできないな。で、ここの奥、さあ来たぞ、みんな行くぞ。Good. Somewhere around here is that missing freelancer. Try to find them.これ。Let me check it out.
え、これさっきやった。まあいいや。今日の、これ今日のだ、今日の。デイリーだ。お、くる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 来てる。はいはいはい、リンクをスキャン中。よし。ここじゃあ、ここにバリ貼ります。えい。なんでそこだ。炎。あら、こんな目の前にいる。ここにバリ貼ります。エリートが。クソ、なんでそこに貼るんだ。こんな目の前に一応割れたんだ、こいつは。炎。上に降ります、上に降ります。バチか。あそっちか、しまった。あれが、あ、燃やされたんでしょうか。壊せ。バリア張って。あれホーミングさ一周するのね、ぐるってね、はい、出せるとこれ使えるよ、使えるよ、双子星。行けホーミング凍らして格闘。ショットガン持ってくの忘れちゃったな。あとはどこだ、あとはどこだ、そっちか、急げ。あ、外した、外しちゃった。奥にいるぞ。あれ、おかしいな。で、ホームで。もう、どうだっけ。じゃ、これは。CG ブレーカー。ベベさん、皆さん、おはようございます。キラキラ、おはようございます。あ、ジュンさん、おはようございます。どうぞ、いけいけ。あ、ジュンさんだ。あ、そう、ジュンさんも。じゃあ4人で回ろうぜ。4人で回ろうと言って。朝戦、昼戦、昼戦。朝担当です。あ、暴れ回る獣を止める。あれ、どこだ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 、矢印をナビゲーションを。さあ行くぞ。獣。派手なマントやなあ笑い。派手なマントや。そうっすか、そうかな、そうかな。ここかな。あれ、もういる。あ、いるか、いるかい。あ、いるね。ほい、ほい。手当たり探すか。その前、炎飛ばせ。光ってんな、全然。光ってます。はい、集めます。違う、こっちか。よいしょ。おっと、おっとっと、これか。あ、ピカピカじゃないか。
これなんだ、獣を倒す、獣を倒す、あ、奥か、アシックスかな、アシックス何体だってこんな、あ、人一匹だ、いました、よし、あ、フライ、もう一発、ほら、いいねいいね、落とせ落とせ、もう一体、もう一体出る、あ、じゃあ奥、奥に奥に、もう一体くらえ、炎、そして電撃、そしてそして氷で炎なの、私ね、もう今ね、インターネットしか売ってないの喧嘩するかな、え、もう私もうもう三属性を乱れ打ち、三属性、これは、うん、氷氷、そして炎ナイス、ありがとうございます、ありがとうございます、あ、宝箱開く、レジが2つ出ますよ何のおまじない何のおまじない、来たー、レジェンダリーキラーありがとうございます、来たー来たー、やべ、ストーンも面白くなってきたな、うん、あとはちょっとこう飛行の仕方、今ストームさん の, あの効果だけで60万70万取れてたから十分、こっち何もやんないで、うん、喧嘩しちゃうでしょ、だけど火やって氷投げちゃう、あ、自分自身で喧嘩させてますよ、炎氷電撃炎、うん、んね、こっちは、ね、リトレントしか打たないようにしてた、でも十分ダメージ当ててたから、あ、なるほど、うん、おもてなしストームを作りたいので、それはよかった、じゃあ何、ジュンさんいらっしゃる、ジュンさんってさっき聞こえたけど違うのかな、ジュンさん、コメントは今もらってライトニングサーチか、これはいいな、やばい、いるよ。いるよ。じゃあまたレジェンダリー任務がまだ残ってるから、これを終わらせて。レジェンダリー任務？任務で、じゃあ今度か、ジュンさん、格闘レンジャーで行こう。殴りレンジャー。殴りレンジャー。殴りレンジャん？違う、これ違う違う違う、ああ、いいのか、あ、ちょっと待ってよ、よし、これでいいか、 OK、 なんかオラオラってなんかゲームとかアニメの影響なんですか、オラオラっていうの、オラオラ、最初、うん、ジョジョの奇妙な冒険の第3部 の, あの空城城太郎が、うん、あのスタンドっていうちょっと霊体というか使って、オラオラってこう、オラオラオラってこうボコボコ殴るイメージがあったんですよ、それを、あ、そういうことなんですか、それをちょっと伝えたら、うん、それって何ですかって言われて、うん、あ、それじゃないんだね、違うの、じゃあ違うんだ、違うところからオラオラを持ってきたんだ、そうですね、だから自分は、才能ですな、自分はそこから取ってきたのって話をしたら、うん、違うって言われて、さすがですね、ジョジョ好きなんですねって言ったら、ジョジョ見たことないって言われて、あ、そうなんです、そうですね、そうなんですねで、自分もオラオラって言ったら、ブダ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 っていう人がちょっといて、コメントくれる人いて、あの
ディオ自分だったらボコ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 っていう感じだけど、ね、世代的にはボコボコにしてやるぞとかね、ほらそういうフレーズになっちゃうけど、あーわかるわ、世代的にはボコボコっていう感じだな、どっちかっていうとボコボコにしたるでみたいなね、したるでそういうニュアンスになっちゃう、わかるわ、オラオラってのはちょっとなんだろうな、うん、年齢的には合わないな、あの最初聞いた時ですよ、今もう慣れ身についちゃったけど、でもあのボンタン履いてオラオラってこうで、ね、あのあーそういうことか、ビーバップハイスクール的な、そう、あの我々世代だけどビーバップハイスクール的なオラオラじゃないんだけど、まあ、そっちか、でもさすがに今使ってる方はそれをベースには考えてない、私たちはね、金八先生を生で見てた世代だからね。ああ。なんかオラオラっていうのをまた全然わかんないんだよね、感覚は。ねえ、金八先生、実際に出会いたいなと思っちゃいますもんね。なんか、ああいう、うん。あとさ、ラグビーの熱血ラグビー。スクールウォーズね。スクールウォーズ。そう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 。あのもう大好きですよ。あ、ジュンさんセプターだ。107対0で負けて、今からお前たちを、うん、俺は殴るとかと。悔しい、悔しいですとかって。パーティー呼べないの、パーティー呼べないの、ジュンさん。あ、ジュンさん。あ、それでもできないのかな、まあ、時間帯的にどうなんだ。ジュンさん呼んでみますね、H よ。あ、ちょっと待ってよ。あ、ジュンさん呼びましょうか。はい、送った、送りましたよ。お、ジュンさん、こんにちは。さあ、みんな揃ったかな、みんな揃ったかな、うん、ゴー。おはようございます。あ、おはようございます、おはようございます、おはようございます。今ですね、あのスクールウォーズの話をしてます。スクールウォーズ、あれビーバップじゃなかった、ちょっと前まで、あー、ビーバップの話をして自分とこの中学校ってビーバップの舞台なんですよ。え、そうなんですか。僕の4期上ぐらいの先輩、すごい、まさかこんな話が聞けるとは。仲間通るってのはいたんですよ、加藤博士はいない。あ、なんか、あ、そうなんだ、あれ、ま、実在のモデルがいるんだ。そう、俺は先輩に聞いた話なんで、本当かどうか知らないでも、あの舞台というか、中学校はあのまんまですよ。へぇ、もう、あの、もう強烈イメージが、ボンタン狩りじゃーって追ってくるのが、もう、うわーっと思ってる。多分、上等工業っていうのが、ここが大事。あー、なるほどね。大体全部わかる。もう一回。もう窓ガラスない時代ですから。あ、久しぶりにもう一回見ようかな、なんか見たくなってあ、YouTube でね、結構電話あったらいいと思います。一応今見てる昔 の映画でやってたじゃないですか、はいはいはい、なんとかアニメの映画とかたまに見ると面白い、はい。私ね、中山美穂が好きだった世代なので、あのビーバップ、中山美穂がいなくなったあの3作目からちょっとショックで、もうマジかよ、ビポリンがと。あれ、中山美穂って誰の妻？分からなくなっちゃった。あ、中山美穂の妻、ね、あの人、あれですよ、あの誰の妻になったの？あー、作家のね、作家の有名な人、分かれちゃったけどね。うん、あれ、再婚してないのか、お前ら。ね。いやー、あの頃可愛かったな、ピンポリン。昔の思い出に花を咲かせる、このアンセム。これって。おじせめ。あれだね、おじさんのアンセム、おじせめ。
昭和世代の、あの、か、佐野さんは三原純子派でしょ、どうせ。三原純子派。どうするタイタン。どうする生かす、いや、倒そう。倒すのね。倒しましょう。そのまましましょう。その方がみんな、アクションタイタンのお股の下で待ってます。了解です。お股の下。タイタンのお股作戦。あ、おばたって言うと、あの、松島奈良子 CM が好きなんですよ。おばたって、あの、なんかあの、股を組む、あの、あれ。ここにいるとさ、ダメージが見えねえんだよな。外観。そんなことあったっけ。皆さん、同じ世代ですね。リベさん、佐野さん、ジュアンさん、おはようございます。M、アンダーバー、アンダーバー M。私はあれなんですよ。あの、松島奈良子結婚した時、ショックでもう寝込んでたもん。やべ。ほら。あ、殺しちゃった。殺された。あ、サンマルさんおはようございます。おはようございます。あ、そっか、ここビリビリ来るんだ。そういえば忘れてた。女がビリビリ来る。あ、残り復活するぞ。タイタンが立ち上がるぞ。巨神が3、2、1、ゴー。いけ、いけ、炎にして。早すぎ、こんなに早く倒す。敵がいない。一番最初の頃、あのタイタンでどんなね強すぎ、あ、もう終わってる。早っ。お、来た、レジェ。早いな。秒殺。秒殺。みんな強すぎですよ。5秒ぐらいでちょっとじゃあ、あれ。早いな。でも、初めてアンセムやったときはタイタンで強すぎて、どうやったら倒すね、倒せるんだっていう、このなんか絶望感がすごくあったけど、今ってもうなんか、特にでっかいタイタン、そうですよね。雑魚キャラの、雑魚キャラ A みたいな感じだったじゃないですか。あ、ジュンさんに2月22日のお知らせを、あと皆さんに。はい、じゃあ再び。じゃあ、再び、じゃあ、番宣となります。アンセム生誕祭、2月22日、予定しております。アンセム発売から1周年、だったということで、まあ、一周忌を迎えずにほっとしております。ということで、僕たちは日々、アンセムを毎日やってますが、もうレジェンダリー集めばかりでつまんなくないですか？ということで、今一度、アンセムのあの頃の喜びを感じは体験しようということで、もう何も考えずに喋ってるから体験しようぞということで、企画案タイトル書いてるときもう一度アンセムをゼロからリスタートしていこうと思います。アンコモンからで、ね、コモンレアとかエピック、その辺のところにありがたみを今一度感じていこうということで、30000000000003、おはよう絵文字、はい、デスパイロットでやります。ですので、2月22日8時から、まあ、ちょっと12時間ぐらいやるかもしれませんが、もしよろしければ1から一緒に賛同していただいてプレイをしていただける方、うん、もしくはあの新規プレイヤーで、あのちょっとやりたいんだけど、ちょっとみんなレベルが違いすぎてってお悩みの方、チャンスです。2月22日一緒にアンセムプレイしましょう。お待ちしてます。お待ちしてます。まあ、よろしくお願いします。ゼロスタートです。レベル1からやりましょう、一緒にみんなで。はい、またこの企画はまた番宣します。私最初から聞いておりましたよ、ニコ。あ、まだ1ヶ月以上あるからな。どんどん、そうだ。豆に宣伝していけばいい。豆に宣伝して、一応この、あの、来週のタイトルは、あの、うん、参加者募集中ってタイトルしてる。うん。募集中、いつでも来てね。あの、じゃあ、レジェンダリー以来、残り一つやって、次はストロングホールド入っていきます。ウラスト？ウラスト。な、さすが2だな。ウラスト、ウラセム。あ、ウラーン。ウラーンセム。ウラーンセムって何なんですか、先生。ウラーンセムはですね、ギミックなど、煩わしいものを排除してですね、あの、アンセムの長所である、
アクションの爽快感楽しさ を満喫しようという企画となっております。まあ普通に通常モードでアンセムするだけなんです。余計なものはいらないんじゃそうじゃ開発陣がその余計なものをもうちょっとね、なんかユーザーのためと良かれと思ってやってることが実は違うんですよと、うん、君たちが作り上げたこの素晴らしいアンセムの爽快感は他に唯一無二のものなんですと、他にありません、うん、その長所をなぜ君たちはギミックという煩わしいことで排除していくんだ、みんなで声を高らかに上げようということで通常モードで面白いよ、うん、この道を極めていこうよと、まあそんな感じです。最近は新規プレイヤーも増えたこっから確かにチャンスですね。怖いのはさ、急に強くなって下手なやつっていうのはいるんだよね、うん、実際には、うん、あのちょっとツイッター見てて、なぜかというと急に強くなっちゃったからな、はい、あのほらしっぺ返しと一緒でさ、なぜ急に強くなったやつは下手なんだろうって言ったら、要するに急に強くなったからな、そういうことなんだよね。そう、やっぱり自分の中で成長して自分の中でこうあの、ね、うん、こう成長感じられるっていう中じゃなくて、いきなりなんかこの、ね、飛び越えて成長すると、そうそうそう、体がついてくるみたいな感じがある、うん、火力ばっかりが強いことの証になっちゃってね、なのでですね、まあ、新規プレイヤーも増えているということで、ぜひですね、うん、一からやって、そしてストーリーをもう一度振り返りながら、アンセムの世界、皆さんライブラリって読んでますか、あのいろんな用語とか、私見てないですけど、あれを今一度振り返りながら、この世界をもう一度知っていこうじゃないか。あ、かっこいい登場の仕方だね。くるくるくるって回る、くるくるくるって、あれこれ今日新しいやつ、くるくるくるって回るの。いや、昔ありますよ、エモート。あ、昔の、はい、今なんか来てるでしょ、くるくるくるっていうの。エモート。来てます、くるくるくるって。あれ買っちゃおうかな、くるって。あれね、スカートがね、インターセプターでね、フルフルってね、こう、触れるからね、なんとなく可愛らしいじゃん。その後のアクションがあんまり好きじゃない。はいはい、あれ、三丸さん、最初から聞いておりましたって、私、そんなの言ってましたっけ、1からやるって。言ってたかな、言ってた、言ってたっけ。三丸さん、そっか、三丸さんやらせるんだ。次、じゃあ、変わる、誰か。私、変わりますよ、もしあれだって。ねえ、で順番でさ、まあ、せいちゃん、はいはい、サンマルさんどうします、あれちょっと視界に入ってない、ナイス、よし、やった、いいじゃん、あ、レジ出た、どんどん出してくれ。でもね、ほんと最初の頃は出なくて辛かったよね、最初の。佐野さん、大丈夫ですよ、お気遣いありがとうございます。あ、大丈夫ですよと。いやー、4人いるとやっぱいいわ、楽だ。ナイス。ここあのやってると冷却剤みたいだなと思っちゃう冷却剤だなと思っちゃう、ここ。あ、もなんか一緒だ、ね、ほとんど一緒だこれ冷却剤と心場面って、確かに。早いっす。おっとおっと、ポンちゃんのシールドパッチバリア張って、おっしゃ、いけー、はい、でっかい輪が空中から落っこってくるのも、楽しいな、ね、ストームちゃん、ストームちゃん、どっからあの岩は現れるんだって魔法使いストームがそれをみんなで考えていますか、考察、ストームの岩はどっから来て、あれ電気と、電気と人、リベさん、企画は装備も最初からですか。装備も最初からです、ゼロです、本当にあのストーリーの1から始めます。あ
だからあのレベル1からですね、レベル1からあのパイロットデータを3つ作れるので、そのうちもう1個新規に起こして、それでゼロからやっていきます。なのであのストーリーもスキップしません。ちゃんとストーリーも堪能しながらアンセムをもう一度知っていこうじゃないか。そしてまた世に伝えていこうじゃないか、アンセムが面白いよと。一応何オブザーバー戦までをやりこなしてるんですか。一応メインストーリーのエンディングが流れるとこまでをやる、そこまでの企画。でもエンディングか忘れちゃった。オブザーバー倒したとこがエンディングだけど、本当は追加ストーリーでテンペンチーノで、ね、バラとかドクターハーケンの話があるんだけど、はい、これって一回やるとそこに繋がるのかな、はい、そこもちょっと実は確認したい。新規プレイヤーも参加しやすいですね。私もそうですね、まあ、確認手は変わらない。新規プレイヤーも参加しやすい状況を作りますので、よかったらぜひ。なので、ね、今この状況だともうレベル差があって入りにくいですっていう状況はあると思うので、みんな同じスタートラインに立ってやりましょうという企画です。なんでこんな遠いところが打ってんのか、ね、ちょっとあのいつもどおりレジェンダリー100個集めるみたいなことは無謀なことはやらない。あ、倒してる。そっちか。フリーランサーを支援する。なのでね、マスター枠レジェンダリーをつけない状態なので特殊効果がないんですよ。あの刻印がないアンコモンとかつけて楽しみましょう。多分ストーリー的にはさ、マスターワークすら出ないんじゃない。マスターワークは、レベルいくつでしたっけ。あ、作れるのか。そうか、作れるんだ。作れちゃうでしょ。作れちゃう、うん、あ、でも作らない。一応ストーリーで手に入るものでちょっとやっていこうと。だからできる限り新規でやった時と同じ状況の形でプレイをしていきたい、はいはい、なるほど、了解です。ただちょっとお願いしたいのはレジェンダリーで入ってこないでほしいっていう、レジェンダリークラスそういうことですね。うん、本当はレベル合わせていけばいいんだよね。レベル合わせてみんなで、ね。なので私は配信以外はそのパイロットデータは進行しない状態しますので、ご安心。1日で終わるかな、無理かな、多分数日かけて。あれでしょ、いい刻印のものを作るのはありなんでしょ。ああ、いいですよ。まあ今パワー900以上の方はちょっとお断りとさせて。800だってダメでしょ。あ、800もダメです、ね、500だってダメでしょ。うん、500だって逆に言ったらダメだよ。まあ、ダメ。そういうことでしょ。そういうことです。そういう。うん、全くもうレベルをね、1とか2とかで合わせていくんでしょ。そうですね、そうです。まあ変わったとしたって、要するに一桁みたいな感じでしょ。そうそうそうです。それでお願いします。いや、この機会にさ、普段でパイロット一つしか持ってない人もやればいいんでね。作れば、そうそう、作れれば、作ればいい、うん、作ればいいんで、この機会にでやりましょうと。一人でやるとかったるいっていうね、考え方があるけど、うん、みんなでやれば、みんなで、すごくレジェンダリーで今すぐ恩恵というものがない状態の中で協力し合わなきゃいけないっていう状況で楽しみたいです。うん、今ってさっきのタイタンなんて数秒で終わったじゃないですか。うん、あれをタイタン、クソ、なんでこんな強いんだっていうのをみんなで、こんな強いだ、うん、それをこうやりたいんですね。よっしゃ、はい、で炎、やった、炎にさよ、よし、みんなやってくれ。攻撃しようか。おら、早いな。目標のスカーリーダー倒す。
エスカリも速くなっちゃったね、これね、たたくの。めちゃくちゃ、昔は強いなと思ったけど。あー、あったあった。面白い、これ、ランドムなんだよ、これ。早いよ、みんな、これ、ちょっと。エスカリが一番弱くなったよね、なんか、イメージ的には。早いぞ。撃てー !CG ブレイカー。早っ、ありがとう、早いです、めちゃ早い考えられない、昔エスカリが出た頃なんかもうそこそこ大変だったのにな、恐ろしかったです、脅威に感じたことに何ゲロマスとかカルちゃんか、あ、出た、おめでとうございます、うん、マスターワークスが出なかった、マスターワークス出なかったじゃあ、ストロングホールド祭りに入ります、ちなみに通常ストロングホールド、ちょっと僕落ちます、うん、あ、落ちます、はい、ありがとうございます、あ、じゃあサンマルさん入ってくるのかな、サムリかな、あ、コチョさんお疲れ様でした、コチョさんありがとうございました、あの303の場合は私聞かないんですよ、私はもう強制的に303に翔太を送る、うんうん、タイランとの行動って結局、うん、あの今回の氷結の特殊ステージって来週ぐらい出るんでしたっけ、ん、火曜日に出るんですかね、火曜日に、あ、火曜日に出るんですかねっていう話を先週はしてたんです、火曜日は暴虐の渦でしょ、あ、暴虐の渦あれ出ないんだ、じゃあ最終最終週、そうなのか、わかんないです、どこに行くんですか、ストロングホールド、タイラントの行動を今選択しております、タイラント、ね、はい、あのノーマル、ノーマルですね、小翔さんは落ちるということだから、直した、ストーンで、はいはい、凍らせてやるか、あれ、サンバルさん、まあ、送っとくか、もしかしたらあれかな、仕事かな、いた、はいはい、送っちゃったあれチャージが欲しいのに、ちょっと待って、クラフトしとくか、クラフトしとこう、クラフトしとこう、クラフトしとこう、うん、作っとこう、ライターシグマの、はいはいはい、ライターシグマ、チャージが欲しいんです、送ったよ来てください。あなたの力が必要なんです。なんかどこへ来たらせいフラグが今こそ私が非常に面白かった。あなたの力が必要なんです。なんかどこから来たらせいフラグで。あの別に受けを狙ったわけじゃないけど、皆さんよろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします、あれシールドちょっと待って、やばい集中力書きましたね、もう多分もう頭だがボロボロだな、すごいなんかシールド番長にしていくんだから、うん、あ、これでいいや、お、シールド番長、うん、
あの人がさ、アーマー盛りにした方が、インターセプトアーマー盛りにした方がいいよって、あれ本当？あの、まあ、初めて聞いたよ、僕は。あの、昔はあの、専用モッドで使わなかったでしょ、うん、2000と4000だから、うん、それアーマーが増えるんですよ。うん、だから、インターセプトアーマーが良かった。うん、今は、共通モード4つぐらい使うんで、みんな。そう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 。干渉効果入れるでしょ、うん、干渉も入れて、相乗効果も入れるでしょ、でも同じだと思います、ね、そうだよね。いや。いや、私なんかアーマーの方が少ないよ、全部ジャベリン。これ、さっきこの間見返したの。考えてみて、アーマーそんなに持ってるかと思って。あれですよ。一番持ってないの60だよ。60とかだよ、インターセプト。あと、シールド。シールド400とかね、トンカリ。そっちで振ってるけど、アーマー分。どれ、まあ、昔か、昔の情報か、そっか。それはあり得るな、十分な。避けたらいいんですよ、全部。うん。全部避ける、避けましょう。うん。アーマー持って、アーマーもりもりでって言うけど、そうかいと思っちゃうね。なんだろうな、ちょっと1個提案なんですけどね、あのインターセプターとスピードをさらに加速させるなんかそのモッドがあると面白い。遠隔更新。ピョンピョンピョンって、あの今のダッシュにさらに、あの、海王拳ですよ、海王拳。ああ、そういう意味ね、新しい。海王拳参拝だみたいな、ちょ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 。新しいモッドをちょっと提案します。ゆめさん、別ゲーム、新しいわ、いいね。別ゲーム。なんか昨日そんなゲームやってませんでした？ドラゴンボール、ドラゴンボール影響受けてますよ。そうやってね、日々進化していくと面白いですね。お互いのゲームがね、切磋琢磨。元気玉欲しいですね。だから、あの、メンバー4人の、あの、ギアとかチャージをもらって元気玉打つ。元気玉ストームが持ってんじゃん。あえて言う。ストームを、そのみんながそのギアの、カカロットの影響をもろに受けてますね。うん、ギアのチャージを、すべてのジャベリンのキロチャージをもう吸収してもらって、みんなが機能停止して、僕は、うん、みんな力をくれって。みんなのウルトをさ、全部一人で吸収して、そう、吸収して、元気玉って。そう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 。みんなのウルトをね、吸収するって面白いね。発想、それ発想が。面白くない。それやるとなんかみんな力合わせてる。ね、面白いね。俺の力を、お前に託すって言う。そうそうそう。それが全ジャベリンできたらいいじゃん。できたら、お前ウルト溜まった、お前ウルト溜まったって、そうそう、声かけないだろ。俺に集めろ、お前たちの力を貸すんだ。あとは頼むとこ。あ、ちょうど俺ウルトゲージ溜まってって言ったやつがさ、そのウルト元気玉をさ、出せるっていうね。出せるっていう。うん、あ、これいいじゃん。よくないですか。いいね。まあちょっとドラゴンボール影響を受けすぎて。うん。ウルト元気玉。ウルト元気玉。ナイスですって感じ。ナイスです。お待たせ。じゃ行こう、皆さん。ゴー。さあさあ、じゃあウルトいいな、ウルト元気玉か、ウルト元気玉専用モッド。みんなウルトを一つに塊にして投げるとかなると思う。そうね、最高だよ。みんなでも2人でもいいとかじゃダメなの？あ、2人でもいいですよ。だから、だからその連携の2人の連携ギアみたいなのあると面白い。ねえ、ね、2人から使用可能とかさ、まあ、3人からでも。そういうの4人っていうのは厳しいかな。ああ、面白いかも。やってくれんかな。やべ、やばいっす。あー、まあ、まあでもね、あの、まあ、いろんなゲームのいいところをもっと取り入れてもいいんじゃないかな。うん、いいところ。武器だとあれが欲しい。お、なんでしょう。ミサイル。ミサイル。あいつらが持ってる。はい。ちょっと待って。あのヘリコプター落とすようなミサイル。ロケットランチャー。ロケットランチャー。ロケットランチャー。そうそう。バイオにやったらいっぱい撃てますよ。
無限です。あれ誰が持ってる？あれあいつらが持ってるのか。あ、バイオハザードの武器を取り入れたかもしれない。うん。バイオハザードの純さん詳しいから。ナイフだけいらない。ナイフだけいらない。いやいや。いや、いりますって。あのナイフで戦ってサバイバルするっていうのがまた男のロマンです。まあね。うん、あの弱い、弱い武器で、弱い武器、そうそうそう、弱い武器で。そんなこと言ったらインターセプターを持ってるって感じだ、あ、持ってるか。インターセプター持ってますね。うん、確かに。だから なんかちょっとね、派手な面白い武器をぜひお待ちしております。開発中の超ストーム火力、まあ、火力に戦えないんだろうな。これあ、うん、リベさん、皆さんおはようございます。あ、おはようございます。ドラゴンボールに完成してるリベさんです。朝ごはん食べながらチラ見中。あ、レーサーお帰り。強いな。誰か こいつをなんとかして。私一人では弱い。ありがとう。終わったかな。あ、移動です。移動します。いやー、ほんとね。あと個人的にアニスさん、おはようございます。 M アンダーバーアンダーバー M。 おはようございます。こりゃうわっと、やべ、オーバーヒートか。やべ、くらえ。タレット破壊します。よし、OK。 サンゼロさんおはようです。サンゼロさんおはよう。そこか、これ。やばい、やばい、逃げる。あぶね、体力が。すっげえタレット壊さない時間かかるし、トブちゃん。痛い。でももう、ただ単に火力がないだけなのかな。火力がない。それすらも分からん。ルスラもよく分かってる。いや、体力が、あわあ、ははちょっと。アンセムルジ1周年迎えられそうでよかったです。わら。そこですよね。本当に心配したのは 1周期なのか1周年なのか。もうやめちゃった人もいるの？いるんでしょ？なんか強かった人でも。いいでしょうね。私のフレンドを最初に一緒にやりましたけど、みんなやめられました。あの人がとか、うん、あの人がっていう人が辞めちゃったとか言う。あ、そうなんですか。最近お見にかけないなと思って。でも配信してる人そんなに変わってない気がするけど、辞めたのかな。あ、
303どこだ、そうわ、303そこはちょっと激しいところで、あやべやべ、私がやばい、逃げる、はい、でバリア張って後ろから支援します、おりゃこの食らえ、よし終わり、いや、くそ、こいつ危ね、モラで出てると分かるけど、あのやべやべ、スカーズの、あれスカーズの神殿じゃん、はいはい、今のスカーズの神殿、ストームさんがやっぱり一番死亡するね、あそこヘル、あっ、モラで待ってると分かるけど、グループで待ってると分かんない、まあ、今アンセムプレイしてる人は全員仲間くらいに思ってますわら、あいいですね名言、今アンセムプレイしてる人は全員仲間くらいに思っています、あのそこぜひアリス姉さん、あの思ってますじゃなくて仲間ですと言い切っていただけるとみんな喜びます、みんな仲間だと、でもなんかアンセムを通じて出会った人が多いな、あの他のゲームももちろんそうだけど、あアンセムでフレンドになった人が多い、あジュンさん殺したさ、うん、あおめでとうございます、仲間です、みんな仲間だ、どや、みんなレベル1から、みんな仲間だ、みんなレベル1からやろうぜ、2月22日ゼロからリスタート企画、参加者募集中、もういるじゃん4人、もう4人だいやいや早くしないと満タンだよってぐらいのお知らせしておかないと、あれこれ16人ぐらいでなんか、ね、パーティー来るみたいな、交代交代でね、時間でね、なるほどなるほど、それかあれですよ、別の4人組でちょっともうパーティー組んでもらって、うん、裏でやるとかでもいい、うん、ね、それはありです、あのみんなであのゼロからリスタート、まあ、私の配信以外でも やってもいいんじゃないですか、みんなでアンセムを今一度振り返ろう、うん、みんなあの期待して待とうぜ、アンセム 2.0 ネクストも、やっぱパワーねえんだろうな、ポルちゃんが一発だもんな一発でやってくれたのこれで、いやいやもう前線は任せて、私はもう参加者もゼロからスタートなんです、あ参加者もゼロからスタートです、みんなゼロからです、レジェンダリークラスは入っちゃダメですのお断り、レジェ いつもだったらウェルカムですけど、この2月22日の企画は、1からレベル1からみんな始めようということで、パイロットデータをまだ空きがある人は作って新規に作って、1からスタートしましょう、まあ、多少 あのレベル差はいいんですけど、レジェンダリーマスター枠クラスはちょっとごめんなさいって感じの企画となっております、まあなっておりますというかまだこれからですけど、キャラ用意しとかなきゃ、そうなんです、1からやりましょうみんなで、脇道入っちゃいますね、あはい、寄り道、はい、ゴーゴー、こいつからレジェンダリー出た記憶はあんまり定かじゃないんだけどな、ほんとパワーないなこれな、ここは後ろからカメラ撮影班として今ジュンさんの後ろ姿を撮っております、この奥に一体何がおっとジュンさんジュンさん忘れちゃった。ジュンさん今ジュンさんの後ろを持っています。もうすぐ終わるから。どっち向いてるか忘れちゃった。うん。あ、どうせ引っ張られるから大丈夫。オッケー。今カメラはジュンさんの後ろ姿を撮っております。ジュンさん？ジュンさん？はい。あ。おっと。一応忘れた。あ、終わった終わった大丈夫だ。次に道忘れた。
さあ行きましょう。あら、あら、ぶつかった。戻ってきた。あれ、じゃあこれ下に降りるのか。下下だ。戻っちゃったんだ。もうね、このゲームやって。リベさんが一からやり直すのを参加者はお手伝いする感じですか。あ、そうです。あのみんなで一緒に同じスタートラインから始めて、レベル1から始めて、あれです、主人公のキャラクターをキャラクターメイキングから始めるんです。主人公女性にしますか男性にしますかっていう、あの最初のもうあの状態から始めて、私はもうレンジャー一択で、もうあのメインストーリークリアまでやっていこうかと。ね、たまにはレジェンダリーがない世界も面白いかもしれません。そこからかい。そこからなんですよ、この企画。今さらまた1から始めるの、勘弁してよっていう人もいるかもしれません。ご安心ください。パイロットデータ3つ作れるので、あの今のデータは残しつつ、もう一つ別 の, あのアカウントというかプロファイルを作ってプレイをしましょうという。あ、もしかしたらね、ジュンさ ん、パイロット別にするとね、トークンね、2倍から3倍もらえるのかもしれない。どうで、昨日ね、ちょっとね、もう、あの、本当に暇つぶしでね、別のパイロット回したんですよ。はいはい。別に育てる目的もなく、こんな重大な、あの、進展をも、認め、あ、求めるつもりなかったんだけど、はいはいはい、そしたらそっちの方、デイリーこなしたはずなのに、そっちの方でね、デイリーが出てんだよ。で、そっちの方デイリーこなしたらトークンがやっぱり1個もらえてて、うん、もう一回ね、また日を置いて検証しますけど、はい。もしかしたらパイロットごとにトークンとかもらえるのかもしれない。いい情報でしょ？そしたら。あ、なんでしょう、じゃあ。それを、聞きたいときは。どこで使うかは、どこで使うかはその人それぞれだけど、今の3倍実はもらえるんだよ、情報的だったら。効率的に手にできるじゃないですか。あ、でもそこまで鍛えとか。だってほら、ある意味私はさ、インターセプターしかやりません、私はクロスタスしかやりませんっていう人にとってはさ、うん、専用モードなりね、専用武器がいいじゃない。なるほど。うん、それはいいか。もう、まあ、専用モードもやっぱ掘りたいって人いる。あれ、あ、まあ、やってる。もげ太郎をやってくる。なんでこれもげ太郎っていうの？ここのこれ、もげ太郎っていうの？もげもげしてるから？これ。電気の、電気ビリビリ、これ。そういえば聞いてなかったな。そこは多分303が多分ご存知なのかな。あ、そうなんだ。303。もげ太郎、もげ太郎。今パーティーでお話ししてるのはどなたですか、絵文字。だから雲わかんないの。今パーティーで話してるのは、佐野さんと淳さんと私、3人ですね。なんでもげ太郎って言うのかな、電気ビリビリ。なんででしょう。言われてみれば、あんまり意味も考えずに、へーって聞いて。よし。あれ、きっとアニスさんが知ってるかな。アニスさんが知ってるみたい。あの、なんかやっぱキャラがあるの、そういう。モゲタロの名前の由来を、アニスさんは知ってますか。佐野さんとジュンさんか。ああ、佐野さんとジュンさんか。アニスさんに変わる次。アニスさん、うん、もしやるんだったら。どうします、アニスさん。入られますか。うん、いい。ブラボかな。ご挨拶遅れました。あ、ジュンさん、佐野さん、おはようございます。ブラッドボーンから来てるの。へぇ、ブラッドボーンやってないよな。ブラッドボーンにいんの、モゲ太郎が。モゲ太郎がブラッドボーン、うん、あれなんですよ、私あのダークソウル3また始めたので、よろしくです。ちょっとこの、よいしょ。
ブラッドボーン。はい、おりゃあれ敵全然来ないぞ。うん、あの壊したからか全部あれ出てきませんね。すごくまだご飯食べてるから見てますよ。お気遣いありがとうございます。これ、ね、確か上の卵とリンクしてるんだよね確か。あ、上の卵とリンク、え、嘘、それうん、確かそうだったんじゃないかな。そのことが多いんだよな。上の卵を壊しちゃうの。そうするとね、この現象が起きるんだけど、必ずそうなるとは限らない。多分もしかしたら時間とも関係があるのかもしれない。なんかね。ニュアンスで理解しましょう。早く運ぶと出てこないんだろうな。それとも。ノリオさん語録の意味はちょっとわかりません。ニュアンスで理解しましょう。ニュアンスで。まあ、感覚的に理解しましょう。だから、そこに考えちゃダメだった。考えちゃダメよって。それはごもっともなんですけど。うん、あの、突っ込んじゃダメよってことね。ビーバップハイスクール世代には分かんないことがあるとかね。絶対世代違う。ビーバップハイスクール世代じゃないと分かんない。逆か。いや、あの、オラオラも、オラオラが。だって、ジョジョだとずっと思ってました、私も最初は。うん、違うとか。だっておじさんみたいな、ほら、あの、金八先生世代だとさ、オラオラってなんだってなっちゃう。はい、腐ったみかん、腐ったみかん、わかるかな、今。腐ったみかんではありませんってことでしょ。もう名言ですよ。金八さんの名言。うん、あ、しまった、見ちまった、また。くるくる、くる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 ができない、まあ、下手くそ。こっちか。ナイス、いけいけ。あのタイラントのエリアってあの周囲の卵あるじゃないですか、周りの卵。うん、あれ全部倒すとなんか得点入ったりします。入ってる、分かんない、なんかないかな。ああ、はいはい、あのボス戦のところの卵、ボス戦のところの卵、あれ全部破壊するとなんかレジェンダリーが空から降ってくるとか。レジェンダリーはないな、多分ないかな。なんかちょっとそういう隠し要素が、隠し得点、得点ないもんかね。私もねこれね全く一人でねボス戦までね、ほらボス戦も含めて一人っていうのをやった時に、はいはいはい、もう全部殲滅していったんですよ、卵から何からこの通路の、はいはい、通路の。でも特別いいことなかったよ。なかった。でも、うん、ボス戦はやってないことなかったなっていうのが記憶であるぐらい。ボス戦のフィールドは、ボス戦のフィールドはやってないですか。あのフィールドの、 あの周りに散らばってる卵、やったそれでも出ない、うん、なんだ出ないのか。特別にいいことなかった。ない綺麗にね、変な話地雷とかあるじゃないですか、このタドル、はいはいはい、あの地雷も一個残らずやっていくの。もうそのくらいに徹底的に皆さんここにいます。マリアックでやり合ってただけどね、全然いいことなかった特別。すげえ、さすがだな。もうやり込み要素が来たよ。プヨトゲお尻フリフリ来たよ。お尻フリフリが初めてやった時これお尻にアスタされたら。食らえ、パワーねー。逃げたぞ。冬の要素はどの点なんですかね、わら。冬の要素は冬、確かに、不要の要素。でもそれ僕、さっき、アリサが考えちゃダメってニュアンス。不要。それそうだけど。お肌のね、ぷよぷよ感から、あの、肌触りとかじゃないですか。ね、質感ぷよぷよ。違うのかな。そうだった。多分質感とあとトゲがついてるからプヨトゲっていう。本人がいないところで
いけみんな行け今度本人に直接聞いてみる、なんでこれぼやとけっていうんですかでもね、だいたい今で聞くと私がこれはなんとなく分かるんだけどね、ぽよとげっていうのはね、私が命名したのじゃないよってよく多分視聴者がなんかなおちゃんかな、なおちゃん、ね、なおちゃんが、ね、かもなおちゃんにも聞いてみようか、やべ体力がないくそ、CG ブレーカーに変えるか、よし、そっから出る、CG ブレーカーに、そっからか、そっからこっからだと思うけど、出てこい、出てきた、いけー、 CG ブレーカーで炎、氷使おう、必殺技、ああ終わりじゃい、撃て、ありがとう、ナイス、あ、レジェンダリー1個出てる、ありがとう、これはウラ様の方がいいんじゃないか、うん、本気な声ではないけど言ってる言ってる、もう録画されてます録音されてます、証拠隠滅できません、ウラ様の方がいいんじゃないかな、嘘か本当か、ウラ様の方がいいか、ドン、くそ弱い、一人倒す大変、クモちゃん一匹倒すの大変ですと本当大変だ、もう 弱すぎる、やっぱりみんなのためにだ、あれですよ島田さん、私アニフさんとかありますよ、マシャイ、あのはいはい、アニさん来られるようだったら、うん、他に誰か来られるようで、うん、YouTube の方見てないか分かんないよね、どういう方がどうコメントしてるか、いや、アニスさんが、うん、来られるんだったらニュアンスで理解しましょう、プヨの要素はどの辺なんですかね、そうだった、が最新コメントです、佐野さん大丈夫ですよ、爆笑を続けてください、あ、佐野さん、あ、アニスさん食事中だったかな、食事中でちょっと今食事しながら見ておりますっていう、じゃあ食事が終わったら帰りましょうね、なんて言ったら大人気の志村さんですかやめて、変わんないと、やめて、次から次へと大人気じゃない、やっぱ出入りが多いから、いや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 、ちょっとあのね、他の配信者のこと全然視聴者はそこまでないから、やめて、関係ないよ、視聴者は関係ないじゃん、視聴者は多くないですって、全然もう他の人の数値見るとはぁーみたいな感じ、はぁ、いやだけど面白さどっちが面白いからほうがいいじゃない、フェイバリットフリーランサーリベさん、フェイバリットフリーランサーリベさん、ありがとう、そうですけど、ね、じゃあストロングホールドのスカーズの神殿、ウラセムです、ウラセムバージョンで、ん、今度どこ行くの、スカーズの神殿です、スカーズの神殿だったら何で行くかな、ウラセムイコール期間限定ではないバージョンで、ああこれストーム厄介だな、難しいな、これ死ぬな確実、うーん、死んじゃうな、まあここは助けてもらおう、5回以上ダウンすると思います、よろしくお願いします、助
けてください、助けてください。 あ、今そっか、ここシャードストームつけることないんだよな。そういうこともあるんだ。結構レジェンダー出てますか、皆さんは出てるのかな。ちょぼちょぼですね、ちょぼちょぼ、うん。皆さんチューニング、チューニング中ですね。はい、じゃあスカーズの神殿ウラセムバージョンでお届けします。あれ、あの最後のボスどうします？あの周りをすべて、あの砲台、扇風機を全部倒す前に、あの雑魚敵倒してから扇風機最後始末してボスに行きますか？うん、まあ、レジェ狙うならその方が、ね、狙います。あ、じゃあボ、うん、レジェンダリーだけ全部倒して、じゃあ戦闘楽しみたいんで、もう雑魚倒して殲滅して、うん、扇風機やって、うん、ボスで行きますか？はい。どこのステージも殲滅でいいんでしょ、基本。あ、基本殲滅いいです。うん。もう本当に了解です。アクション、戦いの数を多くやっぱやってほしいので、みんなで。うん。殲滅でいきましょう。で、あとは、助けてください、このステージ。うん。大丈夫だよ。みんな死ねばいいんだよ。時間無制限なんだから。みんな一回ずつ死ななきゃいけないと。縛りをつけて。みんな死ねばいいのに。みんな一回ずつ、一回死なきゃいけない。すげえ縛りだな。了解しました。赤い音符はないんだよね、ここね。ビーバップフリーランサーリベさん、ニコル。金音符はないんだよね。ビーバップフリーランサーリベさん。ここからやべえ、新しい用語、ビーバップです。ていうかさ、ラストショットが強すぎてさ、ある意味面白くないんだよね。なるほどね。じゃあ、行くぜ行くぜ、みんな。おい、外した。もうちょっと上から見渡そう。これぐらいの上から。それにしても俺、そっか、格闘が乗ってないな、これ。で、炎を飛ばして。どうだ、この上空から双子星を投げ続ける。みんなのために行ってくれ。弱いな。あら、どこにいんの？どこにいんの？中央広場。それしけど、あのほらクリスタルの癖がついちゃったんだよね、大の尻。よし、こっち曲がれば赤音符だ。頭の中にいつの間にか染みついちゃってるんだろ。よっしゃ、ここ撃退するよ。あれ、外した。で、ここ、はい。お、よっしゃ、OK。物の見事当たってんね、ストームちゃんのウルトが。そうそう、あの、味方の攻撃を見て当てました。こっちこっち、こっち。で、ここ、炎。行ったよ、やってやって。よし、ナイス、303。アイチン。いや、いいね。壊した、頼む。あ、壊しちゃった。であとは、あとは、ジュンさんと、あ、サンマさん、こっちか。あとは、こっち、奥。下を入り口、バリア張って、なんでそこやねん。これ。よっしゃ、ナイス。出た、あー、おめでとうございます。
やっぱりこの検証はあの通常の方がウラセムの方が出やすいって言って。これ。ナイス。よっしゃ、ナイス。いいぞ、いいぞ。で、炎を飛ばして。いけいけ、よしよし。で、この奥にみんなが行ってるから、これ、よっしゃ。あとはこっちになかったかな。いない、OK。ないや。そういえばここのワンコ見つけづらくなったなりました、ジュンさん。同じですね。同じワンコ。なんかね、昨日ね3回ぐらい失敗してんだよね。あれでも俺のワンコはあんまり分かってない。あれ？あ、オッケーオッケー。で、次のステージ。バリア痛い。凍らして食らえ。これナイスです。やった。よし、炎。よし、ちょっと格闘が弱くなっちゃってんな。あ、これ何がいじったんだろうな。出た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 。これ、これ。弱い。弱い。うわあ。ダメだ、単体だと弱すぎ。危ね。やべ、ヘルプコマンド打っちゃった。ダメだ、一人だと僕は。4800で逃げよう。そうだ、格闘セッターやめようと思ってたんじゃ、気分転換で。せっかくだ、メンツ揃ったから。何セッターしますか。メンツ揃った。オーラセッター。コーラセプターで行こうかなと思ってたの。あれ、セプターって氷にするやつは持ってましたっけ。今は持ってないけどね。ハブストハブストストライトとかいうやつ。あ、氷シルケンみたいな。あ、氷シルケンか。よっしゃ、来ると。おっしゃ。で、終わってる。どこだどこだどこだ。もったいないもったいないもったいない。早く次の次のやつが。もったいないもったいない。あれ、どこだ。いねえいねえ。上か。あー、切れた。切れてしまった。どこだどこだ。じゃあこっちか。来た。凍らせてやるよ。で、炎。いった。で、ここ。で、あとはどこだい。で、凍らせてやるよ。
凍らしたよあ、誰もいなかった。お前も凍っとけ。で、炎で。ヘルプここっていう凍らした。あ、サンマルさん、あそこサンマルさん、凍らした。サンマルさん、こっち、あー、サロさん、ありがとう。ジュンさん、そこそこそこ、ありがとう、そこそこ。あー、これだけ凍ってるといいね。そうそうそう、凍らした、凍らした。ガリガリに凍ってたよ。いけいけいけ楽しいね、そのぐらい凍ってると。てかね、味方3人が早すぎて追いつけないよ。塊で凍ってた。救援求め使うか。救援求めで ここだやっぱりミニレーダーが欲しいな、味方のミニレーダー、うん、味方の位置が把握できる、うん、あ、ドラゴンレーダーでもいいです、うんよっしゃ、ここで。で、破壊。これ3秒なんだ。これ3おかしいんだよな、ここら辺がな。ナイス。通知がな。やば。あべ。ナイス。よいしょ。あとはここはもう終わりかな。終わりか。よし、次やって。で、防御張って。防御が。ヘルプ。救援マックマン。また凍らした。弱い。反対の火力が弱すぎる。これで、あと1匹ぐらいいいのかな。どこにいんだ1匹。あと1匹。あれ、1匹どこにいんだ。これ下。あれあれ、どこだ。うん、一番下はいない。前のステージなのかな、これじゃあ。前のタレットが4つぐらいあるときのステージか。もう行っていいんじゃないですか。行きましょう、行きましょう。これどうぞ、凍らせたよ。これ凍らせた。やっちゃえ、やっちゃえ。ナイス。ああ、挟まれた。凍らせたよ。凍らせた。いけいけいけ、ガシガシガシ。いやー、あ、グラビットがいないやばい、もうやりすぎですね。あまりそういう会話をしないです。ああ、なるほど、うん、で、どこだ。凍らせます。はい、で、こいつも凍らします。はい、なんだ、こっちの方が安定してるかな。このこれ炎で、使うか。おい、
しない。よっしゃ、行くぞ。さあ、逃げないぞ。さあ、逃げるな。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。逃げちゃダメだよ。逃げちゃダメだ。真ん中で戦わなきゃ。よっしゃ、行け、戦うぞ。雑魚で行ったら。どこだ？で、雑魚が湧かなくなったら扇風機でしょ、確か。扇風機、はい、それで行きましょう。これでいいの？あ、まだ、はい、まだ1匹いた。1匹いる。まだいる？いや、いない。はい、ない。いた！何これ？あれ壊れないこれ。やべ。CG ブレーカーだ。ダメージ入る。あ、マックが。ちょっとっと、うつ。ふう、ふう。逃げろ。やべ、赤い何か、どけどけどけ。志村さんの姿が全然わかんない。セクターだと。だけど凍らせてくれてるからな、と思う。ちょっと待って、やばい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 。あ、じゃあ、もういないいない。これで OK？ これで OK なのか。ナイス。終わりかな。防御張ってで行かせた。しまった。ちょっと一個で来ましょうか。あれ全然ダメージが入らん。なんだ。いやー逃げろ逃げろや逃げろよで遠くから撃ってよし壊したあとよろしくということでよしこれでいいかなあとはちょっとちょっと行ったあーやばい倒れる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 あそっかあれで行くんだ双子星で行くんだ壊せるん扇風機じゃんいや壊したかなあ違うちょっと一個でも壊しといてどうで雑魚敵を倒すこれいやーやばい。凍らした。頼む。凍らした。よし。これは任せて、こっちに移動して。よし、こっちも凍らせたぞ。あれ気持ち円多さが少ないのかな。そんなことないか。私あんまり円多さって合ってなかったからさ。これレジェンダリー落とさないな、雑魚的お、
やばい、またやばい、非常にやばい。これ最後かな。ナイス、あった、出た出た出た。あ、一回もダウンしなかったぞ、珍しい、やっぱり皆さんがいる、皆さんがいるから。あ、この日この飛び方があるのか、ありがとう。やったね。あ、回ってる。くる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 。うまい、うまい具合に回れますね。くるくる。ちょっと時間かかるけど、これも戦いもありだな、今の。安定はするな。格闘ね、今140ぐらい抜いちゃってんですよ。はい、抜きましたね、思いっきり。140か。うん。これもありなんだよな。さあ、皆さん、レジェンダリー厳選と。チョイスの時間がやってきました。もう終わりました。早いです、うん、早いということはないということで、うん、よし、これ取って、あとは、次は、ストロングホールドウラセム海中実験施設となっております、うん、シールドにして、海中実験施設はボス戦のところはちょっと熱くなれるんだよな、そこは好き。あ、ちょっと待って、セプタオヤン、これ飽きたから。飽きたオーラの方でいこう。さっきいじっちゃったな、完璧なオーラじゃなくなってんだよな、うん、すみません、絵文字、ちょっとお花摘みに行ってきます、ニコ。あ、お花摘み行ってきます、はい、了解です、全然大丈夫ですよ、多分今あの試行錯誤の時間が始まっております。お尻チャレンジ行ってきます。お尻チャレンジ、はい、行ってらっしゃい。冗談冗談。普及させないと、お尻チャレンジ。お尻チャレンジってやつですよ。そう。もうね。あと、煙チャレンジもうね、用語集作らんとあかんですよ。もうちょっとみんなもう。煙チャレンジ。煙チャレンジ。なんで煙ってるの？もう、なんでもありだな。うん。そうか、じゃあちょっと今。ギアというか、ちょっとモッドコースは調べるか。変えようかな。感触を変わるとしたらしか。なんか80。切り裂きも違うな。武器。モッド。あ、ジュンさんに言ったっけ、あの、コロッサスのコンボがさ、5つさ、ダブル盛りが出た。揃った、5つ。
本部あと1個で、あと1個で、6つのモード全部ダブルコンドムになる。何もしてないのに、それが出てくる、それが出てくる。つまり、コンボコロッサスをさ、育ててる人には申し訳ないよね。ありがとうございます。何の努力もしなくてさ。今日はこの点で失礼しますね、絵文字。リベさん、皆さん楽しんでください。あ、わかりました。アニスさん、ありがとうございました。アニスさん、食事終わったんじゃないか。いや、今日はこの辺で失礼しますというコメント。あ、そう。今日はこの辺で失礼します。クリスタル稼ぎます。さすがにコメントしないで。え、アニスさん、ノリちゃん、ノリちゃんがな、来そう。ノリちゃんが来てもいいんだけど、ノリちゃんはまだ昼間だからな、難しいんだろうな。時間的にあれだな。あと怪獣実験施設と、まあ、暴虐ヌーズで今日は締めかな。それでドラゴンボールですか。次は、次はですね、赤狼やります。15時間赤狼で、本日また22時から新しい新ソフト龍が如く7をやります。へえ。プレデーターの情報あったらくださいね。あ、はい、出たら、なんか、もうちょっととりあえずショックだったのはあれですよ、ファイナルファンタジー7が1ヶ月延長だったりとか、リメイクが4月10日に発売したとき、なんですと、どうさあ、金音符先に取んないと。金音符、音符取ったとか言うか、取った、金音符がない、あら。俺これ武器違うんじゃない？まあいいや。いけいけ。パネラーゼル。パワーねー。力がないけど。サイバーパンクもすごい伸びましたね。ああ、そう、サイバーパンクも9月だし、アベンジャーズも9月に伸びたのもショック。残念。そうなんですよ。もうでもね、完成度を高めてくれて、ラストオブアス2も伸びましたしね、もう伸びまくりましたね、最近。うわー、やべ、いって、やばい。おっと、ここか。あと2発、2発、ここ。あ、そこにあったのか。あ、そんなとこに、ここだ。やっぱり一体タワー、きついな、ストーム。バリア張って。よし、OK。こんぐらい。どこだ。よし、オッケー。で、飛ばして、どこだ、どこか。裏へ真っ二つのバリア。
頼む。サンマさんありがとう。ナイス。で今度はこっちだ。これもバリア張っといて。あれ箱がないナイスですあれ倍率3だけど取り忘れてねさあどうぞ。来た一網打尽だ。ドンで、オッケーオッケー。で、ここも。このパズルあるんだよね。オッケーかな。じゃあ、凍らせて。おりゃー。よし。移動です。終わった終わった次の回。あれこっちか。移動します。移動です。いた。でもこれギミックがあるとこれクリアするのに多分30分以上かかる。あでも20分で終わるか。はい。赤い緑あれ ランプないよこれバグじゃない。バグじゃない。おお、あ表示されてきましたね。志村さん表示されてなんかやりたいな。いや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 言いたいじゃないの死んじゃうでしょうがベーコン食べて長谷へ。またバリエーション。あれ殲滅したいね。よし OK。 次の回移動して。はい移動です。やっで こいつらか。炎ダグを星氷あいなかった。はい、はいはい。いやでもこの今の状況位置からやると苦労するんだろうな倒すのに。あ砲台か。やべ。
炎、そして銃、打撃、フルコースや。必殺技だ。きたー、デジェット、ゲット。あ、二つも。やったぜ。ナイス。ここは出ないか。あ、ここはあの、音符の順番間違えないように。はい。紫からですよね。紫、黄色、赤ですよね。黄色、赤。そう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 。レインボー。レインボー。レインボーか。あ、レインボー音符が見つからないよ。これ、おかしくない？おかしくない。おかしくない？そうなんだよな、ここも選別でやればいいんだよな。選別をここやんないで結局ね、次やっちゃってるような感じだもんね。そうですね、普段のパズルいきます。時間に追われて結局は、あ、しまった、いけたな。確実にこう、確実に、あ、いけたな、しまった、また。よし、終わり。2回上がってください。え、殲滅でしょ。あ、せ、あ、そうか、殲滅ですね、殲滅。殲滅せよ。ギミック心奪われてる感じ。だからさ、知らず知らずのうちにさ、へんてこな癖つきついてんだよね、うん。なるほどね。だって私は曲がり方とかね、うん、次のステージに曲がるときに赤音符に近いところとかでさ、自然にさ、なっちゃってる。金音符はこの辺だからここ曲がっとけ。殲滅だ。ん？じゃあ、パズル行くか。パズル行きます。もういいか。もう大丈夫かな。大丈夫？パズル、はい。あ、そっちか。よいしょ。あー、2個押せたかな、連続で。どこだ？あ、こっちいっぱい湧いてるわ。この子たちも殺してあげないとさ、かわいそうだ、いっぱいいるね、せっかく生まれてきた、生まれてきたの。クリスタルやるとこれは殺されないで、この子たち、ここで一人ぼっちになっちゃう、かわいそうでしょ。お優しい、慈悲の心が終わりのようですね。だから殺してあげるんですよ。殺してあげる。一体残らず慈愛の心でございます。よいしょ。で、あ、しまった。上か、この上だ。ジャラ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 。で、こっちか。来た。じゃあ、はい、はい、はい、6回と。あ、間違えた。ノー。1。あ、あ、通り過ぎ、あ、鈍いな、鈍すぎる。よいしょ。ああ、また押せたね。ああ、反応が、おっさんと。
よし、OK。 どこだ。あ、もう殲滅。 OK、 ナイスです。 OK、OK。 じゃあ周りのタレット殲滅です。周りのタレット殲滅せよ、うん、って。はい、パズルちょっとお忘れなく。ここのカルタでしょ。カルタ、あ、カルタオセロがそのうち出てきそうな感じ。ここあれです、あれ、お避けて避けて、さらに避けて、ここのさ、あのシャッターの手前でさ、はい、あの宝箱見えるじゃないですか。はいはいはい。なんか子供っぽいと思いません？あの UI が。UI が？うん。ちょっとなんか、うんうん、本当の、うっすらとして、こう、貼り付けましたっていう UI でしょ。うん、そうか。なんか、ね、もっと自然なのないか。自然な。これ。使う、1個使って。で、終わった。あとは。どこだ、どこだ、どっかないか。うわー、あった。ここだ。ナイス。これで。あれ、もうないのかな。早っ。終わった。うん。タンマルさん格闘なのかな。格闘セプトかな。よっしゃー、集めるんだ。あ、終わった。はい。ジムさんのコンボが。コンボ。じゃあみんな招集してるかな。でもジムさん、よしみんな行くぞ。うん。オッケー。空を見上げるんだ。晴れてるか曇ってるか。晴れてるか。晴れてたら僕たち勝てる。曇りだったら負ける。あ、晴れてるな、これは。やったー。いいね。あら？曇ってた。曇ってるね。曇ってる。うさぎを殲滅。曇りバージョン。曇りバージョン。曇り。さあ、余して戦う。いや、ハンドガンで戦う、おじさんは。おー、ハンドガンでしか戦わない。イベリア連合だ。縛りプレイですね。これこの避けて、おで、ストームの盾が効いてるね。うまい具合ね。あそこに、うん、あそこに中間にマップ立つ。あそこに3枚ぐらいで、3枚ぐらいは立てられる。あ、でこれダメなんですよ。 2枚くらいか、チャージの兼ね合いがあるから。あ、なるほど。あ、できるのか、普通。あ、やりたいな、それ。撃てー、撃てー。なんかチャージのある人でね、3枚くらいで、ね、ボコボコボコって貼り付けてた人。え、そんなことできるの。あ、やりたいな、それ。 3枚くらいじゃないかな、2枚くらいだったのかな、時間差はあったけど。これ入れないんだよな、俺な。入っても大したことないのかな。壊せ。そうだ、ゼロだ。復活。リセストじゃないから。おーおー、いい感じですよ。お気をつけて。縦張って、この、いた。で、炎を当てて、氷。行ってー。やべ、ちょっとこれ取って逃げ。
輪切り、あー直撃、炎当てて、来た、よっしゃ、食らえ、あー周りを潰すか、これはもうくそ、こことここと、あとはここ、ここ潰しとく、はい、ここ、あ、ダメだった、よし、あれ待て、輪切りが、よし緊急努力だこれ、よし撃てー、ダメージがね310とかなの、ハンドガンだと310がね、310がねバババババンって出る、でも連射スピードが速い、やばいやばいやばい、ちょっ危ね、超なめてる、あジューサー、あっ303が、じゃあここにバリアを貼っとけないと、バリアを貼って、おう、いやごめんです、あそこうまく目の前に入ってバリーを張りたかったな、あーはははは、あー2人がちょっと危険だな、それ危険です、危険地帯、そこ危ない、2人生き残ってください、もうすぐ誰と近く復活する時間じゃない、できる、うん、復活します、落ちない、ウルトラやばい、助けに行くぞ、あもうそろそろ緊急動力オラオラでやっつけちゃおうかな、やっちゃえちゃえ、あーうーわ、あれすいません、ありがとうございます、いや、ちょっと突っ込むんじゃない、ちょっと最後じゃん、ガードして避けて、終わりじゃん、痛い、見えねえゲージが、まだか、体力が持たない、ゲージが見えねえ、ゲージが見えねえ、ボスのゲージが全然見えない、いて、来た、入れてやるよ、あれこれ、あこれで志村いっただろ、志村さんのあれ来た、このぐらい時間かけると面白いね、ねこのぐらい、ほんと戦ってる感がある、うん、いい感じだ、ダメージね、310のダメージね、100回は当てたと思うよハンドガンで地味だな、地味だ、何じゃそりゃ、おう、フリフリする、フリフリ、あぐるぐる、なおちゃん見て、なおちゃんぐるぐるの303バージョン、303の方がツルツルバージョンなのこれ、なんかこうフリフリする、うん、フリフリ、あなんかぐるぐるの、ぐるぐるのあれがね早いんだって、もっとカクカクしちゃうんだって、普通の人がやると、あできないできない、うん、よし、じゃあ次はラスト暴虐の渦でいきます、うん、いや今日も楽しい時間でした、あスカートフリフリを買おう、あとでどんな感じか、ライトニングサージと回復弾薬か、クルエルストーンか、あークルエル43か、いやこれは2回復だな、あ間違えた、もうちょっと、もう一声なんかどうなるのか、消えたね、お守りになるなら出た、お
アーマーシールド。守りがいい。武器精度いらねえな。これが断層だったら十分使えるんですけどね。まあいいや、75が80になった。あ、おめでとうございます。4割アップ。やっぱり、クリスタル掘るよりいいものが出ますね。お、そうだな。はっきりと嘘を言わないと。はっきりと。自信を持って嘘を言わないと。どっちやっていいか分かんないな、こりゃ。断層が欲しい。おめでとうございます、ニコ。おめでとうございます。弾不足問題が出るな、これでも。ああ、ですけどね、シールド遅延のね、セプターなんかね、やっぱ落っこってきたの方がいいね。下手にトークン、低いトークンで、探すよりもね、普通に落っこってくるんですよ。ね、ほんとね、何やってんのかバカバカしくていいかな。こう、聞くのもね、なんかこう。やばいな、もうちょっとガチャ回すか。全部。くもちゃんやって、懐中やって。で、あとじゃあ神経衰弱を忘れなきよう、はい、心に留めて。じゃあ私ジュンさん先にワープしてくださいね。本当にしていいですか。いやあれね、バグだって、やっぱバグになる可能性がかなり高いのと、あれだって怖い話、うんうん、あれで怒ってばかりいるとアカウントが凍結されるんじゃないかって言ってる人もいますよ。サンマルさんから壁越えしますかという。いや、しないでください。あ、しないでくださいと。うん。あ、バグで落ちる。あれね、一つの、やっぱりもともとバグで存在してたみたいなんですけど、はい。あれの影響がね、まだ、わら。私も何度か経験してるんですけど、うんうんうん、最後のエコーハメあるじゃないですか。はい。あれでね、誰もミスってないのに、エコーが足りないっていう現象が実際にあるみたいなんですよ。私も経験してるんですよ。うん。なんで、まあ、なんだろうな。そんな現象があるのか。そう。最悪ね、あれ、あれでゲームばっかり落としてばっかりいると、うんうん、もしかしたらアカウント凍結とか、一時凍結みたいぐらいのことが起こるんじゃないかって話してたの。やばいじゃん。裏技的にはあの時存在してたけど、はい、基本やらない方がいいんじゃないかで今納得してるんですけど、またね、どう変わっていくか分かんないです。ふうふうふう。落ちろ、ワイバン目、こりゃあれ、水火だ。あ、そうか、殲滅だからワイバンやるんだ。ごめんなさい。ああ、うん、全然気になさらず。よっしゃ、みんなの前に。やりたい人は、ほら、個人的に出てね、出撃して、懸賞部品でやるのは全然問題ないんだけど。うん、うん。うん、まあ。やって、よし、ナイス。そしてまたここにも壁張って、おいしょっと。お、2個も出たぞ、なぜか知らない。おめでとうございます。誰もあれかな、やんないからかな、こういうことを。よし、凍らせた。ガンガン使うぞ。こらえー。あら、もう1個出た。なんだ、ここだけで3つ出た。なんで？あ、もう立証されました。裏セムの方がいいか。裏セムの紅葉紅葉。
姫に教えて差し上げないとこの情報うん、グラビットありませんでした。了解です。それはきっと多分アプリケーションのバグだと思いますので先進みましょう。仕方ないですしゃーないっす。玉井さんもよく付き合っていただいてありがたいね。前誰がいたんだっけ、志村さん、この浦瀬も。ジュンさん、その時も入ってくださったんだよね。あれ、浦瀬も、いや、佐野さんっすよ、浦瀬も言ったら。あれ、私、誰だっけ、そう。いや、あ、そっかそっか。どこにいるの、そうそう。あんなとこにいる。うわ、うん、なんかね、なんだろう、珍しいところ。なんだ、お風呂でも入ってたのかな。分かりにくいじゃん。じゃあ、ウルト使っとくか。かっこいい。いけいけ。やべ、これあんまり強すぎると体力。珍しいところにいた。あ、出ませんな。あ、本当はここね、デスストの最後の3の池でね、デスストのね、ゼロダメージを検証したいんだよね。デスストか。あ、一人で行くか、それ。あ、来た、レジェンダリー来た、ラッキー。おめでとうございます。やったで、こいつも壊して、ナイス。ここレジェ、レジェ、レジェ、よし。痛い。すごい、ボッコボコやぞタコ殴りだ。どこそっち行け。ばらまいた下に落っこってくれると嬉しいんだよなるほどね。気持ちいいぐらいのチャリンチャリン感のこれ。オーラセプターだともっとチャリンチャリン。ボーレイ。で、あそこも凍らして、はい、凍れ、あ、しまった、外した。まあ、外した。お、ジュンさんのかっこいいね、ここから見ると。黒っぽいけど。黒っぽいです。高級感というか、強さがあって、いぶし銀の。あ、なんか光ってる感じが、すごいな。うん。サンマルさんが踊ってる。あ、すげえ、そんな動きもできるの？うん。あらららら。なんかずっと踊ってられるんだって。へぇ、あれ、エモートで、あ。うん。エモートか、もっとエモートをお安くしてほしいな、価格を。うん。あー、そうですね。高い。2万3000円って高すぎるだよ、ぼったくりだよ、ぼったくり。まあ、多少はチャードでご購入ください的なところはあるんでしょうけど、ね、消費者センターにあのクレームがないとちょっとぼったくりです。昔もっと安かったですよね。うん、あと単品で買いましたよね、昔。
あーまあもう腕だけ欲しいとかってそうじゃなかったでしたっけ。あれそうでしたっけ。え、うん、腕だけ欲しいとかってあったと思うんだけどな。え、そんなの、いや、あった、ありましたね。あれは工房から買わないとダメですよ。あ、工房で買えばできる、そんなのあったのか。うん、へえ、それいいな。単品だけ欲しい。うん、手だけ欲しい。ああ、欲しい。割高ではあるけども、あ、うん、あ、割高だろ。いやー、割高って。確か割高になっちゃうんだけど。割引してほしいな。あの、プレイステーションストアと同じように、なんかあの、セールとかないのかな。アンセムセールで。85% ぐらい。これはもう、構想で脅してくださいよ、志村さんの。あ、構想で。構想。アンセムのオフィシャルを。オフィシャルを。打診とりあえずあの打診しゃいって元気玉を作ってほしい。元気玉、みんなの、そう、元気玉ね、元気玉を開発してよ。オラリ力をって言ったら4人のウルトが大集結ってね、いいね。で4人のウルト結集しないとオブザーバー倒せないとか。そうね、元気玉作戦、元気玉作戦来ましたよ。フューリー、フュー、フュー、ダメ、家で。僕はあの人に言えない。フュー、フュー。あ、いった、もう倒した。早い、早い、早い。オッケー、オッケー。ドン。あと合体って言ってたじゃん、合体。トランスフォーマー。トランスフォーマー。トランスフォーマー。レンジャーとインターセプターの合体。合体。コロちゃんだけ困っちゃうな。誰と合体しよう。いや、あれですよ。あの、コロッサスが、あの、体の本体で、うん、で、あ、コロッサスに吸収されんの。吸収される、吸収される、吸収される。イメージ的に。どう考えても、コロッサスが一番、その、体の中心じゃないですか。ああ、まあね、でかいからね。でかいから。まあ、でかいから。うん、だって、ウルト使ってたの。さあ、行くぞ行くぞ。おっと、なんかばらまいてる。おお、炎。やべ、もう耐えてきました。くらえ、落とす、落とすんじゃ。雷、そしてラストは炎。よし、シマさんは？ちょっとちょっとちょっとオッケー、大丈夫だ。あれ？あ、ちょっと、わあ、わあ。元気の声があるから。やった。これはね、元気の声って言うんだって。元気の声、勇気の声じゃなくて。元気の声。元気の声って言ってね、大笑いしたことあるの。元気の声、元気の声ちょうだい、元気の声ちょうだいって言われて、なんだ元気の声は。ここはあれ、面白いから元気の声、あ、勇気の声から元気の声に、ね、解明してもらってついでに。で、うわ、よっしゃ、氷、氷、氷、でも炎、たまに炎、氷、たまに炎、氷、直撃、お、やべ、直撃や。で、炎、氷、あれ、もうゼロになるかな。なった、オッケー、なった。あれ、
こっちか。もやもやもいないかな。いないね。ここ。あ、湧いてきちゃうんですか。バリア。あれ、バリア。まあいいや、行こう。いやいや。さあ、ラストしよう。皆さんの元気をオラに。今サンマルさんと私選別なのかなと思っていたんだ。あ、まあ、そうか、忘れてた。もやもやだからね。ごめんなさいってこと。あ、やばい。あれあれ、移動。もう最近なんか年だなと思うのは、自分がその数分前に言ったことを自分が自らその破っちゃうっていう、ちょっと忘れ忘れて。いや、大丈夫です。年のせいです。年取ったなと思う感じ、うん。あんたさっき数分前言ってたやんってこうやって、あ、言ってねえし、とかっていうのはあるんですよね。やばい。うん、この、いやー、下った。この野郎、必殺技外した。こっちだ。どこだ。あー、手元にいる。終わりじゃい。行けー、ほど。もうあれでしょ。あら、微妙に終わんないの。10万だ。オーバーヒートしてたよ。あれ、どうだ、こっちか。よし。頭だ。よし。どこ出たよ、レジェ。え、どこも。全部で遠征で。おめでとうございます。5個か、うん、もうこれ、ね、通常のモードの方がいいんですね。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれでひとまず終わりですね。はい、ひとまず志村さんの方。はい、私の方はこれで。じゃあ2月22日はね、皆さんで。はい、そうですね、2月22日はアンセム生誕祭となっておりますということで、もう何度も言ってますけど、レベル1を作っとかないといけないんですか。はい、その時に作るんですか。あ、私はその時にもうプロファイル作ってますけど、まあ、その時、まあ、1から始めます。本当ストーリーを初めからやりますので、新規プレイヤーでアンセムやりたいなと思って、ちょっとこう周りが強すぎてってお悩みの方、そしてもう一度あの頃のアンセムを取り戻したい、そんなお気持ちの方はぜひレベル1から一緒に2月22日にやりましょう、プレイしましょう。お待ちしております。はい、では本日はいつもありがとうございます。ご視聴いただき、あと参加していただいた皆さん、ありがとうございます。ジュアンさん、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ではアンセム、愛してます。また次週、さようなら。バイバイ。さようなら。バイバイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。